ははい皆さんこんばんこば UD トークよろず相談室、えー、と始まりまりした、えー、と前回あの月1でやると言っておきながら早速あの月1にできなかった <laughs> よろず相談室ですけどもそもそもあの何の相談室なのかってことを <laughs> 思い出したらあの一番初めはですよねなんかこうユーザーの皆さんとこう質疑応答なんかを募集して 答えていくみたいな感じだったんですけども、まあ、あの、その後はゲストを呼んで、なんか僕が相談したい相談室みたいな感じになっていった気もしています。というわけで、えっ、ー、と、3月、えっ、ー、と、今日5日ですね、3月5日、えっ、ー、と、UD トーク夜の相談室、えっ、ー、と、始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、今日はですね、サブタイトル、えっ、ー、と、これからのアクセシビリティについて考えるということで、えっ、ー、と、 もうど、もういろんなところでというか、もう僕もずっとアクセシビリティ、アクセシビリティと言ってきてるんですが、だからそもそもじゃあアクセシビリティって何なのよっていうふうなことをですね、あのー、話してみたいなと思います。はい。というわけで今日は素敵なゲストをお二人お呼びしておりますので、はい。えー、っと、じゃあお二人、あのカメラを、マイクをオンにして入ってきてください。 はいありがとうございます。こんばんは,いは,はあ。早速言い忘れました。えー、YouTube の、ね、<laughs> チャット欄への書き込みとか大歓迎なので、えーと、質問とか書いていただけると見つけやすいです。あの絡みやすいあのコメントを書いてください。はい <laughs> はい、というわけで、改めまして、えー、と今日のイベントは、えー、と私、青木秀人と、えー、と名前、えーと植木、植木誠さんと、 えーと辻勝利さんこの3名でお送りしたいと思いますはい、うん、はいというわけでちょっと簡単にサクッと自己紹介をえーとじゃあ植木さん辻さんの順番であのお願いしたいと思いますはいえー、皆さんこんばんは、えー、株式会社インフォアクシアの植木誠ですえーと普段はウェブアクセシビリティのコンサルタントということで、えー、いろんなことをやっておりますよろしくお願いします。 よろしくお願いします。はい。じゃあ次辻さんお願いいたします。はい。皆さんこんばんは、えー。株式会社コンセントの辻勝利です、えー。アクセシビリティエンジニアとして働いている全盲の視覚障害者です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう本当二人ともあのー、<laughs> いろんなところで活躍されてて、僕もお世話になっていて。 はい、今日あのこうやってあの僕が迎えることができてね非常に嬉しいです。植 <laughs> 木さんは本当にあのイベントをいっぱい企画していてあの僕も、えー、と登壇する立場でこう、ね、誘っていただいてとかですねあの関わりがあったりしたんですけどもその辺りもちょっとこれからね話していきたいなと思います。はいはい、というわけでじゃあまずお二人はどういう人かってことをですね、えーとまあ、ちょっと初めに言うとこのお二人は。 一緒にこうやられている活動もあったりとか仕事もやったりとかしているので、はいあのー、その辺もですねちょっと絡めながらですねちょっとお二人はどういう人なのかなということをいろいろ聞いていきたいので上、えー、木さん、辻さんの順番でいくんですけども上木さんの話しているところにあの辻さん、どんどん突っ込んでいただいてかまいませんのでよろしくお願いいたします。 えっとそうですね、えー、っと、何から話せばいいんだろう。そう何から話せばいいかですよね、<laughs> はい、もうじゃ僕のイメージとしては、あのはい、本当、あのー、もうすごい人だなと思っていて、もう日本のアクセシビリティ界をこう背負って、背負ってないな <laughs> あ<の> <laughs> あ、もう引っ張ってる、牽引してる感じで、はいうん、なんか、あのー、すごい普段は物腰柔らかくて。 あのね、あのすごい優しい人なんですけども、実はいろんなところでこう世界的に活躍をしてるみたいなイメージがあるんですけども、ね、はい、そうですね、えーとまあ、ウェブアクセシビリティの、まあ、コンサルタントってさっき言いましたけれども、まあ、具体的には、えー、とウェブサイトとか、まあ、最近はモバイルのアプリの、えー、とお仕事なんかも入ってきたりしてるんですが、まあ、ウェブサイト、主にウェブサイトのアクセシビリティ。 を例えば、えー、健康診断のように診断してレポートを書いたりですとか、えー、あとはそうです、ねまあ、教育研修っていうようなことで、えー、社員研修みたいなものを、えー、やったりもしますし、それから、えーまあ、実際に特に大手の企業さんなんかになると、えーまあ アクセシビリティを確保する、向上するっていうことを、まあ、きちんとその、えっ、ー、と、ある種、品質基準みたいな位置づけにするために、えー、社内用のガイドラインを作ったりとかっていうことも、えー、やったりしています。あと、まあえっ、ー、と、もともとその、ウェブサイトの、じゃあ、アクセシビリティってどう,いうしたらいいのっていうときに、えー、ガイドラインが、えー、あるんですけれども、えー、まあ、それを作る、例えば、えー W3C という、これは HTML とか CSS とか、ウェブに関する技術のまあ仕様を作っている標準化団体があるんですけれども、そこでまあウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインというのがえありまして、そういうガイドラインを作るワーキンググループに参加したりですとか、日本国内だと JIS 企画があるんですけれども、 その実施企画を作る作業部会に参加したりとかっていうこともやったりしています。はい。あとは、えー、とそういう仕事の情報収集とか、えー、人脈作り、ネットワーク作りみたいなことで、えー、結構海外でカンファレンスが開かれてるんですが、そういったところにも足を運んで、まあ、時にはインチキなサムライイングリッシュで、 プレゼンテーション、お見舞いしたりとかもしてます。まずはそんな感じでしょうか。<laughs> ですね、はい、いやー、<laughs> ブエクさん、語学堪能ですからね。<laughs> いやいや、何もしちゃいますら。インチキ、インチキな英語で、はい、世界をブイブイはしてます <laughs> そうそうそう。いやいや、辻さんもだって、結構語学堪能ですもんね。<laughs> いやいや、僕は、それこそ <laughs>、長崎弁当。ええー、まあ、英語、ちょ、ちょこっと喋るくらいですかね。<laughs> はい。 いやいやもう2人ともだからグローバルに活躍しているので、まあ、僕なりて日本で収まってるって感じなので、はい、<laughs> まあそれはちょっといいとして、えー、っと今ですね結構植木さんの方から、あのー、企画とかですねなんて言うんでしょうかね、あのー、僕もこう改めてこうウェブのアクセシビリティっていうのの、あのー、まあちょっと言い方はあ,れですかあれですけど水面下ですよね。 うん、なんかその表に見えてるところはあなんか見やすいなとか使いやすいなとかそういうのがあるけど水面下では非常にそういうなんかまあ工夫というか企画というかそういうのが練られていてで基準もあったりとかして、まあ、あの点数とかスコアもあったりとかなんかそういうのもあってことをなんか植木さんとか辻さんとかの話を聞いてあそういう世界があるんだなっていう風に。 思ったんですよね、うん、そうなんとなくいろんな資料でそのさっきの W3C とか、あのー、そういうのも知ってたは,はいるんですけどもあそういうとこに実際に関わってる人がですね、あのー、身近にいると思って <laughs> <laughs> すげえみたいな感じに <laughs> 思ったりとかしました。はいえー、とでインフォアクシアは植木さんの会社ですよね。 そうですね17年目に入ったのかな、まあえー、と16年前、17年前、2004年か、はいはい、2004年に、まあ、独立をして、えー、会社を作ったというと結構大,大げさといいますか、まあ、会社として登記をしたという感じで、えーまあ、実質、えー、自分一人でウェブアクセシビリティをやっているという、はい、そんな感じです。 じゃあ、会社の体制としては僕と同じような感じですね。そうですね、そう言ってますね。ほぼ同じだと思います。すね、はい。<laughs> はい <laughs> はい、えそもそも、えーと、この仕事とかに関わったなんかきっかけみたいなのっていうのはどんなことなんですかえっとですね、僕の場合は、えーと、独立する前に勤めていた会社に、まあ、転職して入ったときなんですが、 まあその時にですね、まあ、その会社は、えーと、ウェブのユーザビリティというのをやっている会社で、まあ、ユーザビリティというと、使いやすさとか、分かりやすさっていう、えー、言い方ができるかなと思うんですが、えーまあ、その会社に転職して入った時に、えー、植木さん、アクセシビリティ担当してくれますかと言われたのが、えー、きっかけですね。で、まあ、あの僕もウェブの仕事は もうその時点何年かやっていたんですが、えっ、ー、と、アクセシビリティという言葉はその時初めて、えー、聞きました。うん、で、えっ、ー、と、まあ、の話をいただいた時に何ですか、それ。うん、そしたら、まあ、例えば、えー、全盲の目が見えない人は、えー、スクリーンリーダーとか、まあ、当時は音声ブラウザーっていうのもありましたが、うん、まあ、そういったものを使って、 でえー、画面読み上げソソフトトを使使っっててパソコンで、えー、インでイターネット使ってるんだよみたいな話を、まあ、聞いてですね、そんなこと全然知りもしなかったので、はあという感じで。うん、で、まあ、あのー、まあ、新しく入った会社で、えー、任された格好になりましたので、わかりました。じゃあ、えー、喜んでらせていただきますということで、えー、当時のアクセシビリティをチェックする、えー、とちょっとした ツールと言いますかソフトウェアを日本語にローカライズするっていうプロジェクトがその会社で始まろうとしていた時だったんですが、うん、まあそれ担当することになって、えー、それこそまあ視覚障害のある方皆さんにもお会いする機会が、えー、あって、まあ、それまで僕は正直その、まあ、家族知人 身の周りにその、障害のある人っていなかったので、全く接点はなかったんですよね。で、まあ、さっきの話に出たように、その、いや、目が見えない人がパソコン使うってど,どういうことみたいな感じで、<laughs> まあ、それこそ、あの、よく、今では私が逆にセミナーで聞かれるような質問を、その時はいろいろな人に投げかけたりもしてたんですけども、えっ、ー、と、多分初めて、その、 全貌の方にお会いしたのは毎日新聞で新聞記者をやってる岩下さんっていう方がいらっしゃるんですけどユニバーサロンの <laughs> うん、うん、彼にお会いした時が初めてでであ本当だパソコン使ってるじゃないですけどでえっ、ー、と彼が企画したなんかアメリカ横断アクセシビリティ視察ツアーかなんかに <laughs> な,な,<ー>なぜか同行させてもらったりとかですね。<laughs> あそこであの飛行機の隣でこう岩下さんがこう腕時計カパッとこう開けて針を手でさ、おおそんな時計があるのかとかですね。あと、おもろいこう分厚い展示の <laughs> 束を出してきてこう指でなぞりながら展示を読まれているのを横でこう見たり。あとはその <laughs>、 マイクロソフトに、えっ、ー、と、細田さんっていう方が、やはり、えっ、ー、と、全盲の方がいらっしゃったんですけども、彼がその、えっ、ー、と、地元で、都内ですけれども、えっ、ー、と、全盲の細田さんが中心になって、全盲の人たちに、こう、パソコンの使い方とか、いろいろなソフトの使い方、携帯電話の使い方みたいなものを、こう、教える教室をやってるっていう話を聞いて、お邪魔したことがあったんですけれども、 まあそこで、あのー、本当に、ほぼ皆さん、えー、目が見えない方ばかりで、えー、すごいに明るく賑やかに、いろんな話をしながら、いろんなソフトの使い方とか、えー、パソコンとか、当時は携帯よりの楽々本の使い方とか、うん、なんかそういうのをこうみんなで、ああでもない、こうでもない、こうしたらいいんだよ、ああすごい、みたいな、そういう <laughs> 場があったりとか。では、その時に、その、えー、っとね、<laughs> 80確か80を過ぎて失明したおばあちゃんが一人いらっしゃったんですけれどもそのおばあちゃんがこう Google の使い方を一生懸命習っていてまあ多分失明してそんなに経ってなかった頃数年経った頃だったんですかねまあパソコンの使い方を教わりに来ていてでまあ実際にこうキーワードを入れたりとかしてで探していた情報を見つけた時にすごい喜んでた顔とかを見たのが だろう僕にとってのアクセシビリティの原体験というか、なんかそんな感じで、だから本当にきっかけは、そういう転職して入った会社で担当してくれと言われたというのが最初のきっかけですね。はい、えっと、<laughs> 結構じゃあ前,前ですよね、うん、転職、会社作る前ですかそうですね はい、なんそのそうで、すよねまあ20年前ぐらいですかね、はいそう、そう考えると、なんかアクセシビリティって言葉ががう割と言われ始めたのって、本当、ここ数年な気がするんですよね。特に日本で言われ始めたのって、そう考えると、植木さん、すごい前からそのアクセシビリティって言葉をこを抱えて <laughs> やってらっしゃったわけですよね。あそ,そうですねまあ 10年くらい前まではアクセシビーティのセミナーっていうといつも植木さんですねみたいな。なんかもうがっぽりじゃないですかいやいやいやその時は全然がっぽりじゃないんですけどはいいつも同じ人ですねみたいな状況がありました本当にここここ数年本当に一気にガーッと関心を持って取り組む人が増えてきたって感じですね。なんかやっぱ日本アクセシビ って言葉があの何、ー、て言うんですかね。いろんなこういろんなところに使われるようになってきたみたいな印象はあるんですよね。うん、多分そのウェブアクセシビリティっていうなんかアクセシビリティって英語だとその前になんか名詞をつけますよね。何のアクセシビリティなのかっていう。た、うん、だ、多分そのウェブアクセシビリティって言葉は結構昔からそのまあ、クリエイターとかそっちの方の人のとかではあったかもしれないけども、なんか？ 日本だと割とアクセシビリティって言葉であなんか全般的にそういうことを考えるのねみたいな感じでここ数年になってきたのかなというふうにはなんか感じててで、あのー、今なんか僕も初めて多分植木さんにそういう話を聞いた気がするんですよね原、はい、体験というかねそうなんかすごく僕に近いのがあって僕も初めてその聴覚障害がある方に出会った時になんかちょっとそのやり取り、まあ、もちろん僕もそこまで 周りに障害がある方なんて一人もいなくてやっぱ接点少ないんですよね。でこれで会った時になんか僕はちょっとそのコミュニケーションがうまくいかないというか伝わらないって状況がちょっと面白くてなんかここをテクノロジーとかそういう工夫で解決できないかなって思ったのがきっかけなんですよね。 なんか普段僕の周りに生活、普段生活している周りにも、実はすごい聞こえない方がいてですね、あ僕はだから見えてなかっただけで、うん、実はもう世の中には、もう本当いろんな人がいてっていうことに気がついて。うん、でそこから どんどん、あの、僕の場合は聞こえない人の友達がいっぱい増えて、知り合いも増えて、で、なんかいつの間にか手話もできるようになって、みたいな感じで。でも実は手話ができる人はそんなに全員ではなくて、みたいなことも初めて知ってて、みたいな感じで、うん、なんかすごく原体験が似てるな、というところで、うん、なんか、うん、あの、まあ、感じました。じゃあ、その過程で辻さんと植木さんは、こう、なんかあった感じですかね。<laughs> なんかあったんですよね <laughs>。あ、うなんか、なんかあったです, <laughs> そうですね。 多分、初めてお会いしたのは、えっ、ー、と、ウェブ制作、ウェブ制作者向けのイベントで CSS ナイトっていうイベントがあるんですけれども、そ,そ,うん、その CSS ナイトというイベントが企画した特別なイベントで、えー、とウェブ標準の日っていうイベントがありまして、しね、六本木ヒルズかなんかで開催されて、うんうん、結構、 あの時は300人とか結構大きな会場ででまああのいろんな切り口トピックのセッションが、えー、と5つか6つぐらいだったかなあった中の1つに、まあ、アクセシビリティのセッションがあってそこを、えー、とオファーいただいて、えー、で僕はまあ出演者の1人だったんですけどもその時にあの機械室に ついちゃんが訪ねて来て来くれであのあついちゃんもまだ前の会社に勤めていた頃だったんですけどあの辻勝俊ですみたいなので挨拶しに来てくださってで多分それが初めてだよねついちゃん。そう思いますはいあのー、なんかアクセシビリティ業界のすごく何ていうか 有名な方が今日講演されるっていう話をて、それは、それはぜひ聞かんばばいと思ってですね。恐縮です。<laughs> 聞きに行ったら、本当にあの、なんだろう。やっぱりこう、アクセシビリティって本当に当時まだマイナーで、やっぱり特別なね、印象があって、アクセシビリティの話ができる人がちゃんと日本でも活躍してらっしゃるんだなっていうのをして、 中一緒にやりたいなって思ったことを覚えてますでそれこそそれがもうきっかけみたいなことになってえっ、ー、と辻ちゃんと辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストというウェブアクセシビリティをテーマにしたおそらく日本初だと思うんですがポッドキャストを始めるということにもなり、うん、あれ何年ぐらいやったんだっけポッドキャスト 5年近くですかね、当たタル5年くらいやったのか。2007年から、たぶん最終回が2011年とかだった気がするので。<お>はい。そ,うまあ、それで、えー、っと、ついちゃん、うえちゃんというコンビ名が出来上がり、うん、それから。本当は、かっちゃん、まこちゃんだったんですよね。そうだっけ <laughs> <laughs> そうそうそう。かっちゃん、まこちゃんで出そうとしてたら、<laughs> はい、なんか 一応、会社のコンテンツなんだから、ちょっともうちょっと真面目にやってって、う,うちの会社で、あの前の会社で言われて、<laughs> はい、で、辻ちゃん、上ちゃん、辻ちゃんってでもいるじゃん、かわいい、かわいい辻ちゃんがって思って、いや、その辻ちゃんより有名になるのは難しいなと思ったんですけど、でも辻ちゃん、上ちゃんで始めたんでしたね <laughs>、うんはい。なるほどね、そうかそうか、うん。そうか、ポッドキャストとかでもそんな前からやってたんですね。 うん、そうななんんですなんか当時がちょうどポッドキャストが流行った頃で、うん、やっぱ長さをすごくその僕たちどうしても喋りすぎちゃうので電車で通勤の時に聞いてもらえる長さにしようって最初言って始めたんだけどいきなり初回からこれは全編後編に分けないとダメだねっていうぐらいのコンテンツができちゃって、うん、大変。 なスタートというか、うんうん、そんな感の頃は僕は全然あのまだ会社もうちの会社もうちの会社もできてなかったしそのアプリの開発なんていうのもやってなかったような気もするんですけどもそれなんかポッドキャストっていうのはあるなと思ったんですけどまあラジオとよくね<う>違いも分かんないしうん、確かに今になって考えてみるとその、ね、目が見えない方とかは音声でのメディアっていうのにねすごくこう。 あの特化して、まあ、し情報を仕入れたりとかっていうふうなこともなんかあると思うんでそそういうういメディアですよねあとはもうやっぱり iPhone が流行り始めた頃だったしあのまだ、うん、iPod がね全盛期でとにかく僕たちのコンテンツをポケットに入れて持ち歩いてもらおう、うん、そして最終的にお茶,お茶のままで持って,ってってもらおうっていうのが <laughs> 当時すごいこう。 うん、あの考えて作ってましたね。なるほど。うん、それはあのアーカイブで残ってるんですか?。アーカイブありますね。ありますかじゃあ、後でリンクしておきましょうか。ぜひぜひ。<laughs> <laughs> なるほどね。半年ぐらい前に久しぶりに聞いたんですけど。うんうんまあ、若いですね。二人とも。若い、若いです。なんか。 声が。声が若いのと、あと僕ねはな、自分の話し方もちょっとなんか小生意気だなと思って、いやこんな、こんななんかこう、喋り方してて、よく上ちゃん起こさなかったなとかって思うようなコンテンツもあって、そう、でも、本当に若かったですね、声も。あの、言ってることも多分結構若かったと思うんですけど、なんかもう世界を変えるぐらいの勢いで喋ってた気がします。 いや大事ですも楽しかったですよでなんかその頃話してたころと,、えー、と今,にな今この時点でなんかあそのほら言った通りになったじゃないかとか <laughs> なんかやってやったぜみたいな感じのことでなんか思い当たることはあります そうですね。うん、まあ何も変わってないって言っ,っちゃうと、ででもね、<laughs> 本当にウェブアクセシビリティとか、アクセシビリティっていう言葉が、うん、そが、すごく、うんあのー、いろんな人がこう使ってくれるようになったっていうのもそうですし、あのー、当時、自分はアクセシビリティポッドキャストのリスナーだったんですって方に、時々お会いすることがあって <laughs> あそれ嬉しいですね。<laughs> はい、なんか、うん すごいなんかこうやっぱりやってよかったなって思いましたね。確かにねちょうどだからそのぐらいから今だとやっぱスマートフォンが出てきて、はい、そこでアクセシビリティって言葉がスマートフォンに入ってたから、はい、で日本には古来からバリアフリーというよく分かんない言葉があるじゃないですか。もう僕は自分の話ではバリアフリーって言葉は一切使わないように <laughs> してるんですけどもはい、はい、なんかそことのなんか なんかち違いは何なのみたいな話もあったりだとかうん、うん、さらにそこでユニバーサルデザインっていう話の言葉もなんかよく入ってきていろんな言葉が乱入している中でなんかこうアクセシビリティっていうふうな感じのことがあの、ね、最近ちょっと強くなってきてうん、うん、イメージもみんなついてきたなっていうふうには僕もちょっと思ってますね最近の傾向としてそのすごい開発者の方々がそのアクセシビリティ 積極的な気がしてるんですよねその昔はどっちかっていうとその企業のイメージアップとかのためにその会社の偉い人たちがうちのコンテンツをアクセシビリティ対応してほしいみたいなムードの方が強かった気がするんですけどなんか。 コンテンツを作ってたりする人たちの方が、そが今は自分が出すコンテンツはより多くの人に届けたいみたいな感じで作ってくださってるのでなんかこう時代が変わったなっていう気はやっぱりすするんですよねそれねすごく分かります僕も開発側の人間なのでこうなんかそれをやることによって多くの人に使ってもらったりとか見てもらったりっていう風な。 ことが今ってすごく。その開発側とユーザー側が近いところにいるので、なんか実感できるんですよね。う,ねうん、うん、特にあのまあ、僕はアプリの開発だけど、ウェブコンテンツとか作ってる人なんてのはもう本当すぐね。画面のすぐま目の前に見てる人がいて、はい、そこでこう伝わる。伝わらないがこうね。体感できてしまうと。とあ、これやっぱ自分でアクセシビリティやった方がいいよね。とか思いますよね。うーん。 はいね、なるほどね、うんそういや、いい感じになってますね、<laughs> その頃からこう時を経て、いい感じになってきてると、<laughs> 熟成されてきましたね。ですよね、もう,じゅ <laughs> もう植木さんと水木さんが重鎮として、この世界に <laughs> こ<う>、まだまだ、まだまだ、まだ,まだ、授業、ね、<laughs> 中のみですから。<laughs> <laughs> そうですね <laughs> はい、はい じゃあちょっと今度は辻さんの方に少しあの、はい、掘り下げていきましょうかはい実はね辻さんそのコンセントさんですけど、はい、コンセントさんは UD トークのユーザーのユーザーというかお客さんでもあるので <laughs> あそうなんですよ <laughs> そ,うそうなんですよね,、はい、うんね実はそのまずうちの会社の話からするとデザインをあの主にやってる会社なんですけれどもで毎月あのオンラインで 全社会議があるんですよでその時にそに、もちろん、音声とか画面上の資料を、そのままあのその場でこう、まあ、PC とかスマートフォンで確認できる人もいますけれども、移動中とかでこう、例えば音を聞くことができなかったりとか、画面を見てこう資料を確認することができなかったりするようなケースの方でも、会議を担当 終えるようにっていうのでその UD トークを、うん、あの使って字幕を提供してたりするんですね。はい、なのでうん、うん、すごくあのお世話になってます。<laughs> そう実はあのすごくあの前の前にイベントで長谷川さんあの社長の長谷川さんと認識がありましてですね。はい、<laughs> そう Facebook もつながっていてですねあのー。 UD トークの記事を出したらなんかあの人の鶴の一声で決まってみたいな感じのことがあってですね。うん、でコンセントさんはすごい僕はだからすごくし知ってるというか、うん、すごい出版の世界では有名な会社だなというふうにそう,そうですよね。ねはい、ですよね。うんうん、でそのやっぱりアクセシビリティへの取り組みとかそういうことに関してももうねもう社員の方も自分でどんどんやって発信してるし。 なんか説得力がありますよね <laughs> そうですね、あのやはりこう啓発活動っていうのは、やっぱり積極的にやってまして、こういろんなところでこう機会があれば登壇させていただいたりとか、自社でもセミナーをやったりすることもあったりするんですけど、うん、あのやっぱりまだまだこうコンセントって、アクセシビリティの業界、業界があるのかとか、ちょっと分からないけど、 では、その、まだまだか、かけ、駆け出しというか、あまりメジャーじゃない会社だったりするので。うん、そこ、あの、すごく、あの啓発活動には力を入れてます。はい。あ、そこで、あの、コンセントの、なんか、アクセシビリティ顧問が植木さんじゃないですか。あ、そうそう、そうなんです。<laughs> よろしくです。いや、いい仕事してますね、本当に。<laughs> はい、うん えじゃあ、辻さんは具体的にはそのコンセントの中ではどういった仕事をされてるんですかそうですね、あのーまあ、本当にあの外に向けた啓発活動あの、植木さんとかと一緒にやったりもするんですけれども、今はあの特にウェブアプリケーションとかそのあの、モバイル向けのアプリケーションといったような、そのまあ、これまでってウェブってどっちかっていうと、その 性的なページっていうんですかね。あまりこう,う、動きがあるようなものっていうのは多くなかったと思うんですけどあも、もちろん今はもう本当にウェブアプリケーションとかたくさんあるんですけど、そういうこう、ウェブアプリケーションとかって、あのー、なんだろう。やっぱり、スクリーンリーダーっていう、その僕が使ってるような、音声で画面を読んだりするようなソフトウェアとうまく、その、相性が合わなかったりとかして、うまく使えないものっていうのがたくさんあるんですね。 なのでそういったものをこうより、まあ、僕たちスクリーンリーダーユーザー自身が使えるようにするようなこう、うん、お手伝いとかをししたりしてますうんう今ね、スクリーンリーダーっていうふうに出ましたけど植木、まあ、さんもあのちょっと初めに触れましたけども目が見えない方がパソコンを使うっていうふうなことって、はい、あの本当、僕も実際に見てみるまで <laughs> なんだろう全然イメージもつかなかったんですけども。 いやもうもしかしたらこのあの僕とか植木さんの周りに多いのかもしれないけども,もうパソコンとかそういうスマホとかの機器をすごい使いこなしてる目が見えない方が多くて例えばスクリーンリーダーっていうのはあのパソコンのああいうキャプションとかを読んでいくものですよね。はいそうですでもそれはもうそこまでしかそれぐらいでか説明ができないですよね。<laughs> <laughs> そうですね。うん、すねあのあ、あとは、うん、なんだろう。うーん、まあ、いくら読ませても疲れないっていうところは、<laughs> あの、画面を読ませても疲れないっていうところは、まあ、スクリーンリーダーの特徴かな。うん、やっぱり、その、うーん、子供の頃にどうしても、その、なんていうか、大変だったのが、例えば、あの、漫画を、 あのう弟うちの兄貴とかに読んでもらってたりするとあもう疲れたけんこの辺でよく書くとかってこう <laughs> やめちゃうんですよでもスクリーンリーダーってやっぱ自分が聞きたいだけ情報をあの読んでくれたりするので、うん、そういうところはありがたいなとあれですねパソコンにそういうソフトウェアをなんかインストールしてそうですねえっと読み上げていく感じなんですよねそうですね はい、アイコンとか、まあ、パソコンだとグラ,カル、ね、グラフィカルユーザーインターフェースっていうぐらいなので、はい、そういうなんか見てわかるものが多いじゃないですかそういうのとかなんかど,どうやってこう読み上げたりとかするんですかねそうですねやはりこうそういう画像系のものはどうしてもその画像にこの画像はこういうものですよっていう説明がないとスクリーンリーダーは自分でうん、うん、例えば丸い画像があるからこれは 丸い画像ですとかって、こう、あんまり自分では、その、そういう情報って出せないんですね。うん、まあ、もちろん今は、こう、画像を認識して、こう、ものの形とか、うん、あとは、そうですね、例えばテーブルの上に食べ物がありますとか、<あ>そういうのを情報として出せるような技術も少しずつ、あの、出てきてはいるんですけど、うん、まだまだスクリーンリーダーはやっぱりちゃんと あの情報を出す側の人が、これは何の画像ですよとか、これはどういうアイコンですよって言ったような説明をつけてくれないと、それをユーザーに伝えることができないっていうところは、うん、うん、やっぱり、うん、あの結構もう長いこと、続いてます、うん、え辻さんは結構、パソコンオタクですか <laughs> そうですね。あの昔は本当にこう あのパソコンの話するだけでこう嫌われるぐらい、そういう時代が長かったんですけれども、最初にスクリーンリーダーを使ったのが15歳とか16歳とかそのぐらいなんですけど、もう30年ぐらい前なんですよね。うんうん、それぐらいからスクリーンリーダーっていうのはあったのはちょっと驚きですよね。<laughs> そう。うそれでその、まあ、当時はやっぱり、 コンピューターを使うっていうことも珍しかったんだけど、その、何かそれで仕事ができるっていうのそのものが珍しくって、あの、僕はさ最初アメリカに行って、その、実際にコンピューターを使って、先生と、こう、例えば先生が宿題を出したら、その宿題にオンライン、オンラインっていうか、まあ、あの、ネットワークで回答を送信するみたいな、なんかそういうところに、あの、 初めて留学してコンピューターってもしかしたらこう自分の人生を変えるかもしれないみたいなことを考えてうんあのー、日本に帰ってきてからもこうスクリーンリーダーをよく使うようになりました、うん、その頃にえっと海外だともちろん英語のスクリーンリーダーですよねあそうですはい日本語のスクリーンリーダーってもその時もあったんですかはいあのー、ありましたあのー、まだ当時はその えっと、いえっ、ー、と、グラフィカルユーザーインターフェースじゃなくて、キャラクターベースの、そうそう,そうそう、あの MSDOS っていうのとかが、あの、結構、一般的に使われてたんですけれども、やっぱり日本語を読めるスクリーンリーダーとかもあって、うん、ワープロソフトとか使ったり、あとは、もう当時、すごいハマったのが、パソコン通信なんですよ。オンラインで、その、まあ、あのー、初めて会う人と、 チャットしたりですとかメールのやり取りり取をしたりとか,なんかそういう時にあにもちろん僕は目が見えないんですっていうこともできるけど言わなくてもそのコミュニケーションが成立する <laughs> でもそのまだあの僕が使ってた点字だけを使ってたことっていうのはやっぱり点字を読める人としかこうコミュニケーションができないっていうのがあったので。 すごいスクリーンリーダーも画期的だったしパソコン通信もすごいなっていうのをちょっと今あの YouTube の方のコメントに来てますけどもあのめちゃくちゃ早くスクリーンリーダーで聞く音声を聞いてみるとびっくりですねみたいな感じのことが <laughs>、はい、書ていいてますすそうなんですうんやっぱりどうしてもあのこれはな,なんていうんですかねこうど,、うん、どうしても早く情報を 得たいから、ちょっと速度を速くするしかないっていうところがあって、結構速い音声を聞いてるんですけど、でも最近ですね、ちょっとここだけの話なんですけど、年のせいか、僕、うん、高速音声がなかなか聞き取れなくなってきまして、なんかすぐ疲れちゃうんですよね、なので、最近はちょっとスピード遅めにして使ってたりします。うん そのスピードを変えれるっていうのも言ってみればアクセシビリティですもんね、その人に合わせてね。そうそう、あのー、うん、なんて言うんでしょうね、例えば、皆さんがご覧になっている画面も、ちょっと見づらいなっていうときには、こう、文字を拡大してみたりとか、いろんなことをできますよね、あとはこう色合いを調整してみたりとか、うん、そういうのをこうスクリーンリーダーだったら、音声のスピードだとか、声をこう男性から女性に変えてみるとか、あとは、 この音声の方が読書するにはいいねとか、なんかそういった感じでいろんなカスタマイズがでできるんですよスクリーンリーダー、た、あ、ぶ、のー、you ん YouTube か何かでスクリーンリーダーっていうふうに打ってもらうと、多分それを使ってるパフォーマンスしてるとか、デモしてるあの動画とか出てきますので、ちょっと一回ね、見ていただけるとあの分かりやすいのかなとは思います。はい、そういういい意味ではは辻ちゃん 一体のコンテンツが YouTube にはありますよね。あ、そうですね。最近流行ってるらしいですね。<laughs> ねなだ。なんで。<laughs> それ、それなんですか教えてくださいなんだっけ?。なんだっけ, <laughs> だっけアクセシブル。な,なん、でしたっけ?ヨーヨー。ヨー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 ヨヨだっけ?。あれ。チューチュー? <laughs> な。なんだっけ?。<laughs> この茶番劇は <laughs>。<laughs> そう。<laughs> アクセシブルゴーゴーっていうコンテンツを、僕、あの、植木さんと作ってまして。ゴーゴーだ。ゴーゴーです。 そうなんですよ今ねこの話にねちょっと持っていこうと思ったらちょっとやっぱり <laughs> さすがやっぱ植木さんねこう拾い方もやっぱアクセシブルですね。というわけであのこの2人でやってるコンテンツがですね「つじ <laughs> ちゃん植ちゃんの,あの順番はどっちが先ですか?あ」もうちゃんがというふうなイベントが <laughs>、はい、あのイベントがかそのコンテンツがありまして、はい、これは具体的にはもうど,どんな感じのものですか これはですね、あの、スクリーンリーダーを使って、そのウェブコンテンツを読んでるっていうのが、まあ僕の普段の生活なんですけれども、あの、意外と知られてないのが、スクリーンリーダーでこういうマークアップをしたらどう読まれるんだろうっていうのが意外と知られてなくて、例えば、その、見出しで、まあよく僕たちが、あの、情報を効率よく探すときに使う、 見出しっていうのがあるんですけど、この見出しもちゃんとこれは見出しですよっていうマークアップをすると、スクリーンリーダーでは見出しとして読まれますみたいな話を、うん、でも交えて紹介してるコンテンツになります。はいはい、ちょっとね、今ね、はい、YouTube であの見つけて、コメント欄にね、貼っておきたいと思います。あ,ありがとうございます。で、これはあのー、毎週も、基本的には毎週木曜日に。 はいえー、新しいコンテンツを出していってるんですけれども僕自身もやっぱりセミナーとかでお話をする時にスクリーンリーダーの紹介をするんですがやっぱりその時にこうあのデモの動画とかがあるととても説明がしやすいし見ている方も分かりやすいっていうことで、まあ、そういうあの素材として使える動画はないかなっていうのは前からずっと思っていたところもあって。 で最近いろんな人がアクセシビリティの話をいろんなセミナーとかイベントでされてるし勉強会をあの開いてる人たちもすごく増えてきているのでまあそういうところであのみんなで使ってもらえたらっていうことであの解説をする2人でえ分かりやすく解説をしている動画とあと素材として使えるデモだけを切り取った動画 まあセットで毎週木曜日に出してるんですけどでも辻ちゃん、はい、お高いんでしょうノンノンフォーエバー無料でお届しております。というわけではいすいません。 そうあのこういう茶番劇が多いですね。<laughs> <laughs> 茶,茶番僕の中では植木さんはなんか毎回コスプレして出てくるみたいな感じのイメージが。<laughs> <laughs> そうですねいろんな意味でアクセシブルなコンテンツ、はい、ということで、でねはい、これはぜひ、ねあのー、ここにですね辻ちゃん、植ちゃん、青ちゃんであのアクセシブル555と。ああ 3つにしていただけるとね、はい、いいのかなと。ははい、はい <laughs>、はい、それをぜひやりましょう、いつか。ね、ぜひ、ね、いつかやりたいそうなんですよ、この動画とかね、今ちょっとちらっと見たんですけど、字幕もちゃんと入ってますよね。そうなんです、そ<う>字幕がね、うん実はあのちょっと前までは、YouTube の自動認識の機能を使って、字幕を作ってたんですけど、これおあの、お世辞じゃなくて、最近 UD トークで字幕を作って、あの 作っているんですけど、すごく認識率が上がって仕事が楽になったんですよ。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> そうですよ。う,うん、そう。あの前まではあの YouTube に編集終わったファイルをアップして、でしばらく寝かしておくと音声認識してくれて自動的に字幕をつけてくれるっていう機能が YouTube にあるんですけど、えっ、ー、とななんだっけきっかけなんかあったんだっけついちゃん。 あのねえー、ときっかけはあの、やはり僕たちがこういろんなセミナーに登壇するときにこう、UD トークを使って話したログを僕、見たことがあるんですけど、なんかうまく変換できてて、読みやすいなって思って、で僕、ユーチューブの自動字幕だと結構自分の名前がうまく変換されなくて、ひどいときなんかじいちゃんって変換されるんですよ、辻 <laughs> ちゃんじゃなくて。そう そう,でそういえば UD トークがあるじゃないかっていう話になって編集し終わったらその音声を UD トークで認識させて文字起こしをしてでそれをベースにして辻ちゃんがご変換したところとかを減、はい、って直しをして字幕ファイルを仕上げてでその出来上がった字幕のファイルを YouTube にアップして。 タイミングを設定してるみたいな、そんなフローで作ってます。ああ、素晴らしいですね。あの、u トークの最新ツールを使うと、タイミング設定も、ね、しなくてもよくなるんでね、ぜひね、それも試していただければと。あはい。<laughs> はい、ありがとうございます。そうでもねあの、やっぱりこう日本語って、うん、日本語のコンテンツって、固有名詞が多いんであの、Google もすごくね、認識率良くて、あのうん、自動で出すにはすごく効率が高いんですけども、はい、やっぱその、なんか僕、アクセシビリティ、発信する場のアクセシビリティって、 と加えるかかどううだだけだと思うんですよね特にそれが字幕って分かりやすくてなんかほとんど合ってるんだけどもちょっと間違ってるところちょっと手掛けて直すことによってこれがどんだけクオリティが上がるかっていうところになんかね気が付いてもらえるともっとこう字幕付きのコンテンツが増えるのかなというふうに思うんですよね。うん本当にこう、うん、自分たちのコンテンテツがが届く範囲が字幕をけけるだけで ぐっと広がりますからねそうなんですよ、はい、であの何、ー、だろうちょっと別にこれはあの苦言を呈するわけじゃないんですけども、あのー、いわゆるバリアフリーって観点でやってる人らってほん縦割りなんですよね。 なんか視覚障害者のことしか知らないとか、うん、聴覚障害者のことしか知らないとか、うん、もちろん介護とかいろんな福祉あるけども本当、うん、縦,縦割りで視覚障害者の方が講演するときとかでも視覚障害者の方に声かけるみたいな感じの、うん、なんかそれってなんかどうなのって思っててでアクセシビリティで、あのー、こで発信する側で考えてみると。 自分がどこに届けたいかだけな話なのでうん、うん、その縦割りがないんですよね。うんうん、で、あのーまあ、ある視覚障害視覚障害がある方にあの自分の話をあの聴覚障害の方に聞いてもらいたいっていうふうにあの言ってくれた言った方がいてそれは素晴らしいじゃないかと思ったわけですよ、うんうん、なのであの視覚障害の方が講演するところで UD トークやったことも結構何度かあるんですよね。うん、あのー UD トークがまず出,は、まあ、出始めぐらいの時ですけども、はい、もちろんその時には多分字幕が必要な方はほとんどいなかったような気もするんですけどもでもアクセシビリティってそういうことだなと思ってなんかこのバリアフリーっていう考え方にこう一個横串をぐさっと通せるのがアクセシビリティの概念だなっていうふ <laughs> <laughs> うに実際そうですねあのセミナーとかイベントで UD トーク使わせていただいて。 まあもちろん、主目的といえば聴覚障害がある人に向けてってことなんですけれども、うん、やっぱ参加してる方の中にやっぱり全盲の方も何人かいらっしゃったりとかして、でそういう方があの客席でこう自分のスマホでユィトーク立ち上げて、で字幕をこう聞き逃したところをもう一回こうさかのぼって確認したりとか、うん、なんかすげえ、超便利って言ってる人がいてですね。うんうん、でそういうい意味ではち、うん、も イベントとかでは結構使ってたりするんだよね。使ってます、読んでますよ、展示で。そう、展示でね、そうあの多分ねあの展示、展示キーボード。<あ>展示キーボードって、はい、もう僕はもうああいうガジェットガジェットというかああいうデバイス大好きだから、<laughs> 僕も,僕も実は持ってるんですけど、はい。多分ね、世の中の人はあのデバイスは知らないですよ。そうですね <laughs> あのーうん まあ、スクリーンリーダーって一般的にあの考えられるのが、その画面の内容、音声で読み上げるっていうのは、多分一般的に知られてる、まあ、知られるようになってきたかなと思うんですけども、同じものをあの指で触って読める点字にして出せるディスプレイがあるんですよ。でそのディスプレイにも、点字として表示することもできるんです。今ついちゃん手元にあったりする 手元にございますよ。ちょっと見えるかな。もう少した、はいはい、もうちょっとした、もうした。あ、そうしたらバーチャル背景に解けない。あ、もうちょいカメラに近づけちゃう。2.7センチ上。 <laughs> ああ <laughs> はい、この,あの。そう、あの、そうですね、バーチャル背景難しいですね。<laughs> うあ,あ、<laughs> あそっか,か。でも、ね、あの、展示、展示、あ、でも、展示キーボードから日本語名だと。それで、こう、調べてもらえると、出てくるんですけど、こう、展示が。の、こう、下から、こう、パーツが浮き上がってくるような。そうです、そうです。展示のがあって、それ何、なん、な文字ですか。これは、四十マスあります。<laughs> う,んうん、ついちゃんが消えちゃった。ついちゃん、あれだな。<laughs> はい、背景画像を一回オフにすると。 あそうですね。しっかり見,<ょ>見てもらえるかも。ちょっと待ってください、ね背背。背景大丈夫ですか背景大丈夫ですか大丈夫だと思います。映り込んじゃいけないものがなければ。うんうん、展示キーボードの初めて見たときに、超かっこいいと思って、なんかあのガチャガチャ動くのがすごくね、ぐっとくるんですよ。うん、確かに、うんそうで。僕が持ってるのはすごく割と安価な。 展示キーボードなんですけど、あんま人気ないらしいんですよね。なんでかっていうと、うるさいかららしいんですよ。確かにね、あの展示ディスプレイは結構そのあの音出るんですよ。やっぱりピンを動かしてるので、はい。これ今背景消えました。背景消えた。じゃそれを手を伸ばしてカメラにぐっとこっちくつけるあいい感じだ。 今見てる、この一マスが点字1個なんですよね。そうです、そうです。で、8点あって点あります、上の6文字で6点点字を表現する。6点で、はい、って感じですよね。で,で、上部にはボタンが8つあって、これがこう指3本でこう6点点字を打て,打てる、そうなんです。メモ帳にもなるんですよ。うんね、で、その点字の、点の上のところにこう40個ボタンがついてるんですけど、これがその、 マウスクリックの代わりをしてくれたりとかして、例えばその読んでるところここっていうと,あのところに、あの、例えばエディターなんかでこうカーソルを動かしたいっていう時には、その読んでるところの点の上をポンって押すと、そこにカーソルが動いてくるみたいな使い方もできたりします。うんうんうん、いや、もうかっこいいっすよね、それね。<laughs> もう僕置いときたいっすもん、横に。ああ。ねえ。<laughs> そう 本当に、うん、あのこれがないと、やっぱり、うん、あの会議ってどうしてもその参加してる時には、会議の参加者の声が聞きたいじゃないですか、だけど資料を読みたい時っていうのがあるので、そういう時には、展示で資料を読みながらあの、耳は会議に集中するみたいな使い方をしてますうん、うん、そうでも結構,結構値段するんですよね。うん これはお高いんですよ。おい行、ね、<laughs> ってもいいのかな、それはってそ。そうですね。<laughs> うん、そっか。あの、まあでも、それって補助、補助が出て買えるケースもあるんですよね。あそうなんです。あの、自治体によっては、うん、その、展示のディスプレイを買うために、補助をいただけるところもあって、うん、はい。あの、うん、そうやって、こう、ディスプレイをあの購入して使っている方々も結構たくさんいらっしゃいます。うんはいうん そうしかもね、最新のやつは、Android OS 入ってんですよねそうなんです。そう、アンドロイドのアプリも置くんですよ、はい <laughs> そ,うそうそう。もうね、すごい、喉ここまで、もう喉までこうやって買う気になってて、あの下げましたけど <laughs> <laughs> 本当にこの展示のディスプレイの業界もすごくその進化してて、もともとは展示ディスプレイって、ただのディスプレイだったんただのっていうとあれですけど、ディスプレイの機能しかなかったんですけど、それに、こう、 展示で自分でメモを取れる機能がついて、それだけじゃなくて、もう最近は、このディスプレイに音声読み上げの機能も入ってて、例えば、その、そうですね、テキストデータとかをこう読んだり、あとは展示で入力して、それを、その、まあ、IME とかも入ってたりするので、 あの漢字に変換したりして、こうテキストを作ったりすることもできるような、もうすごい進化を遂げてます、はい、奥が深いな、もうこれだけで、ね、多分2時間ぐらい <laughs> 長生きしてみるもんだよね<ー>ああ本当ですね。<laughs> <laughs> やっぱデバイスの進化、なかなかなもんですよね。うん、そ,うだからそういうのがもっと需要がどんどん増えてくると、多分中の OS もバージョンアップどんどんしていって、はい、あの本当、僕も、ね、そういうので動くアプリとかを、ね、作ってみたいんですよね。うんうん、ただ、まだあんまりこう気軽に開発に手が出せるみたいな感じのところまでこう来てないのは、ね、ちょっとあの開発者としては少し残念なんだけども、もっとそういう,こう開発の、アプリ開発のプラットフォームなんかがこれから増えてくると、ね すごいなんか面白い世界だなというふうには思いながら、うん、そう,確かにっどうですね。じゃあちょっとあのアクセシブル 5GO の話に少しまた戻したいと思うんですが、こちらのコンテンツは今、さっきも言ったように毎週、毎週そうですよ、ね。基本毎週木曜日ですね。うんはい、最,最新版はいつ、実は今日なんですよ。今日、今日もう公開、はい、公開されました 公開されましたか。ちょうどシーズン2っていうその、まあ、あのコンテンツの、えー、と公開をやってるんですけどそれこそあの皆さんの手元で手軽に試していただける iPhone のボイスオーバーとかあとは Android のトークバックっていうようなスマートフォンのスクリーンリーダーの,あの使い方とか を特集していいいるところなんですあいいですすねちょうどね、その話題をね、今日の後半でね、こう持っておこうかなと思ったのであああの、ぜひね、そのちょっと、ボイスオーバートークバックのあたりはですね、ちょっと後であとで揉んでいきたいと。じゃあ、早速、今日も公開されたっぽいので、あの今日見てらっしゃる方はですね、そこはちょっとチャンネル登録をポチっとしていただけるといいのかなああと。うございます ちょっとコメントが、ね、来てますね<い>えと。スクリーンリーダーのことに関してですが、うん、1970あ1997年に富士通ソフトの、えー、とガンの助が発売され、はい、スクリーンリーダーを使ってましたと。当時はネットスケープで音声読み上げもしてましたと。 うん、そうなんですよ。その辺どうですか？なんか <laughs> は,いはいはいはいな感じですか？懐かしいですね。<laughs> 懐かしい。すガンノスケ、うん。そう。当時は、うん、ガンノスケとホームページリーダーっていう二種類の音声ブラウザがあったんですよ。うんうん、うん、うん。それで多分ガンノスケの方が先じゃないかな出てきたのは、で、あの何だろう。やっぱりあれはフロッ で提供されてたような気がちょっとしてるんですけどもしかしたら CD r o m だったかもしれないけどそれぐらいあ,のあんまり重くないあでもフロッピーじゃないか CD かな、うん、ブラウザでしたうん、うん、なるほどね僕多分まだこの頃パソコンを触ってないですねあなるほどそう実は僕はあのプログラマーになってからパソコンをはさ触ったのでえ そう,そうなんですよ、僕の今でこそこんなプログラマーっぽいこと喋ってますけども、あの大学卒業してからなんですよね、パソコンを触ったのってあの。アルバイトでプログラマーになったので、そしたらなんか、えー、そう、全く未経験で,、はい、で、僕、大学の時にパソコンの授業一体も取れなかったんですよ、先生のディレクトリにコピーできなくて、<laughs> あー、そんなそんな話はとりあえず置いといて。<laughs> <laughs> はいえー、ウィンドウズ95が出てんですよね。そうですねうん、うん、98は、8が多分で出るっていう時か。そんなときか、ね。なるほど、なるほど。そ、はい、っかそっか。はい、じゃあ、こんな話もちょっと出つつですね。はいまあ、ぜひちょっとあの、アクセシブル55のほうを、ね、この配信が終わった後に見ていただければと思います。はい じゃあ、ついちゃん、壁紙、はい、戻そうかあ壁紙、はいはい。あそうだ、忘れずだ。<laughs> ナイスアシスト。<laughs> <laughs> <laughs> さあ、えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとここで、まあ、ここまでで2人がどういうことをしているのかということが聞き出せたような気も <laughs> してるんですけども、<laughs> じゃ次の、ね、トピックにいっていきたいと思います。いはい。あなたの知らないアクセシビリティの世界ということで、<laughs> はい。 まあ、あの、ちょっと冒頭にも言いましたけども、あの、日本語だと、なんかアクセシビリティっていうと、やっぱりバリアフリーとかユニバーサルデザインみたいな感じで、一単語だけで、なんかそういうあの、なんか使いやすさねとか感じのことを、こう、うん、あの、思われるんですけども、実際英語とかだと、あの、ま、ウェブアクセシビリティとか、インフォメーションアクセシビリティとか、何のアクセシビリティみたいな感じで、こう、言われる、言われるんですよね。なので、いろんなアクセシビリティがあるんですよ。 であのー、今日この3人で,3人でこう話すときに、あのー、非常にちょっと面白いなと思うのが、方や目が見える、目が見えない方が関わるアクセシビリティ、でうん、まあ僕はもう耳が聞こえない方に関してのアクセシビリティと、これって非常にこう、なんだろう、あのネガティブに言うと相反する、うん、でも一緒に考えることもできるポジ、ポジティブに考えれば一緒に考えることもできるっていうふうな。 感じでなんかそのアクセシビリティについて少しこう、あのー、なんかフォーカスしつつそこから他のアクセシビリティを俯瞰して見てみたいみたいな話をね、あのー、してみたいと思うんですけどもって言いながら別に雑談で大丈夫です。はい、<laughs> <ー><で>よかった、はいまああのー。今言ったみたいにですねあのウェブのアクセシビリティは本当お二人の今専門の、あのー、ことなんで。 ちょっとこの辺りももっと詳しくね、あのさっきあの画像を見るときにこう、なんか可わりに読み上げてくれるとか、そういうふうなこともあったので、はい、この辺りとかもちょっと聞いてみたいなと思うし、であの僕がやってるのは、まあ、あえて情報アクセシビリティって書かせてもらいました。うん、あのぶっちゃけウェブアクセシビリティのところって、耳が聞こえない方に対してやることって、まあ、字幕つけるぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよね。う ところであの見たときにあの、今お二人はイベントで UD トーク使ってもらって、そうやってあのいろんなもっとたくさんの方に広がったっていう実感も持ってもらったというふうな感じで、なんかそのあたりの,あの過程もちょっと聞きたいなと思うんですよね。で、あの最後は UI、UX のアクセシビリティ。そのあたりはそのスマートフォンのアプリとかをベースにしたり、あのもう普段の,そのいろんなツールを使っている中での使いやすさとか、その辺のアクセシビリティについてちょっと あの話してみたいなと思ってるところです。はい、じゃあまずはじめちょっと Web アクセシビリティですね。うん、なんかこの辺りのちょっとなんかなんだろう基本的なアプローチの辺りとかですねその辺りも少し聞いてみたいんですけども、うん、ど,どっからなんか話していきましょうか。うん、やっぱ実際その画像,画像ですね。やっぱ画像を、はい 見るときとか表現するときとかって、うん、実際じゃあそのスクリーンリーダーとかでどうなのかとか、その、うん、アクセシビリティの専門家として <laughs>、どういうふうなアプローチがあるのかとか、どうしましょう。植木さんからいきましょうか。はい。<laughs> えっと、そうでも、ウェブアクセシビリティといった場合、まあ、ウェブサイトとかを思い浮かべるといいのかなと思うんですが、まあ、ウェブページの場合は、HTML という、 マークアップ言語で書かれていますと。で、そうですまあ、多分画像だったら画像を使うのは全然構わないんですけれども、えー、例えば、ついちゃんが使っているスクリーンリーダーは、えー、HTML のコードを機械的に解析して、それを音声に変換しているので、HTML のコードに画像の説明、まあ、えっ、ー、と、 専門用語で言うと、代替テキストというのを書いてあげない、書かないと,、えー、と、スクリーンリーダーは何も読み上げることができないと。例えば、今、Web アクセシビリティという文字が出てますけれども、えー、とこの Web ウェブアクセシビリティという文字、テキストだったら HTML のコードにもテキストで Web アクセシビリティって書いてあるので、えーと、スクリーンリーダーはそれを音声に変換することができますと。ただ、これがもし画像、文字を画像にしていた場合、 画像としてページに貼られている場合は、えっ、ー、と、HTML のコードだと、まあ、この画像のファイル名とかを指定すれば、ブラウザの画面に表示させることはできるんですけども、えっ、ー、と、スクリーンリーダーは、画像のファイル名だけだと、もちろんこの文字に Web アクセシビリティって書かれていること自体が、えー、読み取れないので、まあ、何も読み上げることができない。まあ、そこで、えっ、ー、と、HTML のコードに代替テキストとして、 ウェブアクセシビリティというこの画像の文言をそのままテキストで、えー、画面には表示されないんですけれどもソースコードに書いてあげることによってスクリーンリーダーがその代替テキストを読み上げることができて辻ちゃんにも同じ文字情報が伝わるようになるという感じですよね、うん、基本はまずはいそうこの代替テキストっていう言葉をですね多分そういうイベントに行くと100回ぐらい聞くんですよ <laughs> そうですねはい <laughs> うん。そうまあ、大体はテキストで書くんですよね。あ、拾ってしまった。<laughs> ま,まあ、ちょっと効果音を用意してないので、すみません、すみません。一人ぼっちにさせてしまいますが。<laughs> 大丈夫で。ちっと今日は、こちら、こちら、今日は、こちら土俵なので <laughs>。<laughs> <laughs> そう、あのー、まあ、とんでだ、その大体テキストを書いていくのって、まあ、書いていくんですよね。人が人の手でね。うん、そうですね。うん。 だからそれが、じゃあ、辻さん、それがなかった場合とかって、どういうふうな解釈をするんでしょうかね、はい、そうですね、うん、それがなかった場合は、やっぱりこう、うん、その画像の周りに書いてある本文のテキストを読んで、そのまあ、ここにこう、なんか、大体テキストがない場合って、ふたと掘りあって、画像だけ読み上げられる場合もあるんですよね。 でその画像ってだけ読み上げられるような場合は、あのその周りの文章を読んで、あきっとこの辺に、例えばあの関連する画像が貼ってあるんだろうなとかっていう想像はできるんですけれども、本当に画像があることすら読み上げない場合っていうのもあって、その時にはもう本当に周りに書いてある本文だけが唯一の情報源になっちゃう。うん でスクリーンリーダーって結構頑張り屋さんなところがあって、はい、製品によって違うんですけど例えばその画像がリンクだったらで大体テキストがついていなかった場合はな何かしら伝えたいっていうスクリーンリーダーの思いがあってですね,ですね例えばリンク先の URL を h t t p s w w w h o n g e h o w w e h o n g e h o n g e リンク って読んだりとか。あるいは、画像のファイル名読んだりすることもあるよね、つじちゃん。ありますね。なので。スペーサー j a v とかね。うん、なので、うん。で、あとそう。うん、はいはい。どうぞあのー、僕が、まあ仕事で年間、そうで、まあ、平均すると 1, 1万ページ以上のウェブサイトの、まあ、ウェブページを えー、目視とか動作確認したりとかしてチェックをしてレポートを書くっていう仕事をしてるんですけどあの去年とそれから一昨年、えー、と実際にどういう問題点が多かったかっていうのをこう1年分紐解いてレポランキングを作ったんですけど去年も一昨年も圧倒的にこの大画像の代替テキスト画像に代替テキストがついていないとか がなぜか画像に書いてある画像にある文言と代替テキストの文言が全然違うとか、うん、そういうその画像代替テキストに関する問題がもう圧倒的に多くてそのアクセシビリティを確保する向上するための基本の機能「機能機の機の木」だと思うんですけど実はそれが圧倒的に問題点としては多いみたいなことも見て取れたりとかしていて。うん でまあ、画像もねあの文字だったらすごくシンプルでそのまま文字を書けばいいっていうことなんですけど写真とか図とか、うんえー、ちょっと凝ったグラフィックとかになってくるとな何をどこまでどういうふうに説明すればいいか分かんないみたいなことも実際にはあったりはするんですけどまあでもどう,だろうなるなでも、うん、見てる限りはそういうちょっとこれは困ったぞっていう画像は全体からすると本当に一握りで。 ほとんどは結構こういうシンプルな素直に文字をそのまま書けば大丈夫っていうやつが多いかなっていう印象はありますけどねうんうん、うん、なんかその写真の画像を AI で判断してなんかいい感じに読み上げてくれるみたいなことができるって話も聞いたことがあるんですけどはい、うん、そうですねあの、まあ、まだちょっといい感じに読めるかどうかわからないんですけれども一番身近な例でいくとおそらく Facebook ととかがそういううい技術を使ってると思うんですねうん、うん、例えば、あのー、1人の男性とかあとはさっきもちょっと話したそたテーブルと食べ物とかなんかそういう感じで、あのー、何も説明を入れておかなくってもそのある程度画面上に表示されている画像のを解析して 何が映ってるのかっていうのを表現しようとしてくれる技術が少しずつ出てきてみたりしてます。Facebook のいいところはあれだよね、u t トークと同じで、機械的に解析した結果がデフォルトでは入るんですけど、それをあの後からユーザーが見てあ、もうちょっとちゃんと説明したいと思ったら書き換えられる、編集できるようになってるっていうのもすごくいいアプローチだなと思って見てます。はいうん、そうですねと、うん、とかも写真を貼るきにはあの これ自分で説明するしかないんですけど、一応説明することができるようになってますし、はい、インスタグラムもそうですね。あの、大体テキストつけようと思えば、自分で説明を書いてから投稿することができるようになっていたりします。はい、あと、そうです。やっぱり、マイクロソフトさんなんかも結構画像解析の研究には力を入れていて、例えば写真の解析とかかなり、かなりいい感じの説明ができるところまで、 来ていいるっぽいので、うんうん、もしかすると本当に数年後には大体テキストわざわざあの書かなくても機械的に解析したものをブラウザーがスクリーンリーダーに提供してそれをスクリーンリーダーが読み上げるなんていう時代が来そうな予感もすごいしてるんですけどね。うんうん まるで自動字幕のような感じですよね。うん。あ、そうですね、本当にうんとに。うん、そこはすごい似てるなと思って見てます。うんすよね、はい。うん、そう、うんと。僕とかフェイあの、ホームページはワードプレスで作ってるんですけど、ワードプレスも大体、はい、テキストを入れるね、欄があって、うん、そこでこうあの、まあ、ほんと、ほんと一手間なんですよね。そこでこう入れて。で、僕がそれが全部できてるかって言われると、今思い返すと、できてないなと思いながら喋 <laughs> ってるんですけども。<laughs> うん、そう。僕はでもね、あの、 Facebook なんかにアップするときによくこう新聞の切り抜きとかをなんかアップするとき、はい、全部文字起こししてテキストのとこにこうつけて、あのー、アップするんですよね。やっぱりそのもしかしたらもしかしたらというか間違いなくその僕の Facebook ページを見てる目が見えない方もいると思うのでやっぱり紙に書かれたテキスト画像っていうのが、ね、なんか一番そのアクセシビリティとしては <laughs> あの気にしなきゃいけないところなのかなっていうのを思ってるんですよ。 いやー本当おっしゃる通りで、やっぱり最近はすごく、うん、SNS であの新聞とかあの、紙に印刷されたものの切り抜きを共有される方増えてきまして、やっぱそうすると、どうしてもその、まあ、頑張れば読めなくはないんですけど、やっぱり文字認識とかをさせて読まないと、うん、あのスクリーンリーダーユーザーは、なんか、例えば、これすげえみたいな、 あの文字が書いてあって、画像が貼ってあるようなツイートとかって結構流れてくるんですよ。あと、マジかよとか、<laughs> ね、<laughs> それを知りたい <laughs> な、何がマジかよなのかっていうのを知りたいときは、結構頑張って画像を解析したり、自分たちでやらないと、話題についていけないことっていうのはよくありますね <laughs> う<ん>うだから僕も、だからフェイスブックとかツイッターとか。 まあ写真をつけて投稿する時はやっぱり辻ちゃんとか酒屋さんとかこうやっぱり全盲の知り合い人たちがよく「いいね」をしてくれるので常にあ「あこれ辻ちゃんにも分かるように説明しなきゃ」と思ってうん「うんこれでいいかな大丈夫かなうんちょっと足りないかな」とかいろいろ考えながらですね <laughs> ある意味大体テキストを書くいいトレーニングというかなんかそういう練習にもなってるっていうような,なんかそんな側面もありますね。 そもやっぱ気づきですよね、本当にちょっとした気づきと。<laughs> うんなるほど、うん。ちょっと今、質問が、ね、来てますね<い>、うんあ。ちょっとですね質問2個今、来てるんですけども、あのあの1個はですね、盲ろう者の方でもって話なので、これはちょっと僕らはあの前に、ね、はい、去年すごくいい経験をしているはずなので <laughs>、<Yes. S 2> <laughs> この話は、ね、最後にちょっとしたいと思います。はい、先にですね、あの今の Web アクセシビリティの話ですけども、えー、と質問。 HTML をアップロードしたときに、Web アクセシビリティを自動チェックする機能は現在あるのでしょうか専用サイトでチェックするのではなく、アップロードした時点でチェックされるといいのかなと思いました。というふうな感じで、えー、と来てますが。確かに、アップロードするときにチェックしてくれたらいいですね。うんそうですねうん、まあ。チェックできるとしたらどこでしょうかねやっぱり大体テキストが入っていない画像とか、 あまあ、まずは画像、画像リンク全般ですよね。<laughs> そうですね。あとはそのスクリーンリーダーユーザーが、その結構ありがたいなってうものは、ページタイトルをしっかりつけてもらうっていうところが、あの、すごくありがたくて、例えばそのフォームを入力するときに、あの、なんかいろんな、なんていうんでしょう、アンケートとかに答えていくじゃないですか。で、30問あるとして、<laughs> 最初の10問のページが、 あ,のあって、その次へを押すと20問目から出てくるみたいな作りになってたとしたら、1ページなのか2ページなのかっていうのをちゃんと識別できると、あちゃんと自分の入力って進んでるんだなっていうのを確認することができるんですよ。うん、そういう情報ってページタイトルに入ってたりするので、うん、そういうところもしっかり、まあ、ページタイトルがあるかとかっていうところをあの、まあ、自動的にチェック。 ツールでチェックしたりすることもできるので、なんかそういうところとかもあの見てもらえると、うん、便利かなと思いました。うん、そう、まあ、基本的には、えっ、ー、と、ローカルに置いてある HTML ファイルか、あるいは、えっ、ー、と、アップロード、まあ、サーバーにアップロードした HTML ファイルをチェックするツールっていうのはいろいろありますが、うん、アップロードするときにチェックを通すっていうふうにはなってないかな。まあ、ブログとか CMS によってはそういう機能とか、 を持ったもだまああのー、アクセシビリティのすごい難しいところはそのどんな優秀なチェックツールを使っても全体の2割か3割ぐらいしか機械的には判定できないので、うん、残りの7割8割はどうしても目視で確認するとか、うんえー、実際にキーボードで操作をしてみるとか該当、うん、する部分の コードをチェックすると,か、うん、ともそういう人での作業が不可欠なところがあるので、うんうん、それがねある意味そのアクセシビリティをこうちょっと小難しくしてしまっている大きな要因の一つでもあるとは思ってるんですけどそこもなんか、ね、こういうテクノロジーの進化で少しずつこう自動的にチェック判定できる部分が増えてくるといいなとは思ってるんですけどね。だから多分分機械的にできる部分と あとはもう実際にね辻さんが使ってみて分かるかどうかって部分と、うん、でまた多分スクリーンリーダーの習熟度みたいな感じのにも結構なんか依存してくるようなイメージはあるんですけどもそれは本当にそうですねうん僕も実際その仕事の中でユーザー評価ユーザビリティテストみたいなものをやることがあるんですけれども うん、あのスクリーンリーダー使ってる人は本当とにほんにいろいろな人がいてでそのスクリーンリーダーのさっき辻ちゃんが言ってた見出しだけを拾い読みしてくれる見出しジャンプっていう機能があったりするんですけどそういうのをこうちゃんと使いこなせてる人もいればそういう機能の存在を自体をご存じない人の中にはいらっしゃったりとか、うん、結構そのユーザーのスキルというんですかね、うんえー、もう結構いろいろあるので、うん、なんか本当にあの <laughs> 知れば知るほど奥が深いというかいろいろ悩ましいことも増えてくるというか、うんはい、まあでも面白いですけどね。なるほどなるほど。うん、そうかじゃあ今はあのじゃあもちろんだかあ辻さんとかもそういうのをチェックするようなことを仕事でもちろん植木さんもそうだし。はいうん 多たぶん、請願者が目つぶって使えばいいもんでもないですからね、うん、<laughs> それはそうなんですよ。それであのやっぱり耳聞こえない方で言うと、耳塞いだらそれになれるのかって言われると違うんですよね。うあの意外とあるのがあのが例えばそのこの コンテンテツはキーボーボドでで操作できないからスクリーンリーダーユーザーは使えませんみたいな判定をされることがあるんですけど、うん、実はそのスクリーンリーダーって特別な読み上げコマンドを持っててそのページの中のリンクに移動しなさいとかページの中のボタンに移動しなさいみたいな特別なコマンドを持ってたりするのでキーボード操作で 使えなくても、実はスクリーンリーダーでは使えるコンテンツとかも中にはあったりするんですよ、うだからそういうところってやっぱりどうしてもあの人がチェックしないとあの使えるかどうかって分かりづらいところはあったりします、あとは使,使ってみたら意外と使えたみたいなのもなんかあったりとかありますね、はい。 それこそ,そ、あんまりアクセシビリティとか考えられてないかもしれないけど、でも自分はどうしても、例えばチケここでチケットが買いたいんだとか、ここで売ってるこのお菓子が買いたいんだとか、なんかそういうのって、なんかアクセシビリティ対応してるかしてないか以前の問題で、やっぱり食欲には <laughs> 負けちゃうというかですね。<laughs> うん、うん あのどうしてもここで買い物するぞみたいなのはやっぱりあったりしますね。ねうん、まあなんか、まあ、まあそうですねそ,れは研修、まあ、そういうテクニカルなところはそれこそ植木さんとかやってるその研修とかで学べたりとかでもやっぱりその後は。<laughs> 経験則とか実際に見てもらってやっていく部分も結構多いですね。うん。そう。まあ、テクニカルなところに関してはね、それこそ本当に今見てる企業の方が見てらっしゃったら、あの、ウェイクさんの会社に <laughs>、あの、あの、問い合わせいただければそういう研修とかね、はい、できますので、はい、うん。はい。ちょっとね、もう一個質問が来てて、えっ、ー、と、アマゾンの書籍のオーディブについて聞きたいですと、はいまあ。本を読むみたいなところもね、まあ、そのウェブアクセシビリティにちょっとね、 通じるところもあるのかなと思うんですけども、鈴、うん、さんはどうですか、読書が好きですか僕は実は、読書があんまり得意ではないんですけれども、うん、オーディブルってその結構きれいな声であのは,っはっきり読まれてる、プロの方が録音した音声コンテンツとかたくさんあったりするので、うん、やっぱり時々聞いたりしてます。うん、はい 自動読み上げのね、そういうものも結構出てくるし、それこそ、ね、そね、あのボイスオーバーとかで、すやすだと読めるのもあるのでね、はい、なんかこ本当にこれからどんどんそういう読み上げの方のコンテンツは、人が作るものと自動でできるものが混ざって、どんどん増えていくんじゃないかなとは思いますよね。寝るときには睡眠学習にも使えますしね。 でもやっぱり、人が録音した音声っていうのは、テキストに変換して、例えば、なんていうんでしょうね、点字で読むことはできないけど、テキスト情報っていうのは、点字で読むこともできるし、音声で聞くこともできるしって、なんかそういう使い分けができるところが、文字情報っていいのかななんて思ったりは。 します。あのー、展示図書館で働いてた友人がですね、あのーはい、ボランティアさんが読み上げてくれた朗読の朗読の音声をユーティトーク使って文字化して、はい、テキストで、はい、あの盲聾、はい、の方に渡したみたいな話もしてます。はい。は確かに確かに、うん。そうそう。やっぱりそのテキストテキストデータってすごいアクセシブルですよね。<laughs> そうです、ね。<laughs> なんだかんだ言ってね。うん、うん。そうそう。 そういう使い方もねすごいできるから、やっぱり音声認識なんかでもそういう生活にすごく入っていくのかなと思うんですけども、はい、まあちょっとね、ウェブアクセシビリティはもう、た多分話してしまったらすごい専門的なところまで行ってしまうので、<laughs> まあちょっと次行きましょうか。はい、次はですね、まあ、情報アクセシビリティで、あの僕の,その聴覚障害者関連とか、あとはコミュニケーションのところに全部入ってきますよね。うん、なんかこの辺りも ね、あの本当ユー UD トークねあの手前味噌でありますが <laughs> UD トークで非常にこう社会課題 <laughs> ぶっちゃけコストですよねお金がかかるかからないで言うと自分たちで字幕を出せるっていうふうな手段が今生まれてきた中で、うん、そのお二人もイベントにねすごい UD トークを使ってもらったりとかっていうふうなことがあるんですけどもなんかあのそのあたりってなんて言うんでしょうかねか感じるとこというか。 そのさっきもちょっと言ったみたいにこう伝わる人が広がったみたいな感じのことがあるんですけども、うん、これはですねあの、まあ、僕はウェブアクセシビリティの仕事をして、まあ、20年近くになるんですけど、まあ、やっぱりいろんなところセミナーとかでお話をさせていただいたりこう講演させていただいたりっていうことが、まあ、何度もあるんですけどそのアクセシビリティのお話をしていながらょう 各に障害がある人にそのコンテンツ中身を届けられていなかったというジレンマがすごくずっとあってですねで <laughs>、まあ、あの予算のあるイベントとかセミナーであればあの PC 要約筆記といって、うんえー、一言一句じゃないですけど、まあ、ある程度こう要約するような感じで、えー、と僕がよく <laughs> お願いしていた方たちは4人一組で会場にノートパソコンを持ってきていただいて、で、スライドを映すスクリーンの横にサブスクリーンを置いて、それにこう、えっ、ー、と、文字起こししてくれたテキストがこう投影されていくっていう、えー、まあ、UD トークでできることを人手でやっていたっていう,いうものがずっと長年あるわけなんですけど、 やっぱり、えーっと、そういう物理的な場所も取ります必要ですし、えー、当然費用もかかりますしっていうことで、特にセミナーとかイベントを主催する側からすると、なかなかこう、そこがあの賄えないっていうような、えー、ことがあり、で、えー、ほとんどのセミナーはそういったものが用意できなくってですね、アクセシビリティの話をしているのに、聴覚に障害がある人には、自分の話が届けられない。 っていうすごいもどかしいジレンマはずっとあったんですよね。でそれがまああの UD トークがというアプリと出会ったことでもうガラッと変わったというかもう一瞬でその長年の課題を解決してくれたっていうのがあってで僕そのそれこそ変な話なんですけど僕の セミナーで、使うスライドって結構文字が多いんですよでよくそういうプレゼンテーションとかで使うスライドには、文字を入れるな、あまりこう、だらだら文字を書くなっていうのが、あの、一つの手法というか、プレゼンする側のテクニックとしてあるし、まあ、実際何度か、植木さんのスライド、文字多すぎますよねって言われたこともあるんですけど、実はそれは、あの、僕としては、いや、もしかしたら、 聴覚に障害ががあるる人が来ててくれれかもしれないで、まあ、僕の唇を読んでもらえればもしかしたらいいのかもしれないけれどもやっぱり伝え,伝えられる伝わる情報の量には限りがあると思ったのであのそんなにあの当然文字サイズがちっちゃくなっちゃうほどたくさん入れちゃうとそれはそれで逆に見えなくなっちゃう読めなくなってしまうので最低でも20ポイントぐらいを目安にして 基本は24ポイント、28ポイントぐらいで、スライドは作るようにしてるんですけど、うん、ちょっとやっぱり文字は多め。で、それは、えーまあ後から資料として読み返してもらえるっていうメリットもあるのかもしれないんですけど、僕の中では、あの、もし、この中に聴覚に障害がある人が来てくれてたらっていうようなのもあって、ずっとこうやってたんですが、それがもう本当に、有利トークというアプリ、 あれはいつだったかな ?3、3年前のアクセシビリティの祭典っていうイベントだったかなあの神戸で毎年5月に開催されている。まあ、ちょうどその時は僕もイベントの企画とか運営をお手伝いしていて会場にスタッフとしていたんですけれどもその時に青木さんもいらしていてで UD トークを使った字幕を出していておおこれだ なんだこれはこれ使えばいいじゃないかってなってですねそれからあの僕の自分でやるセミナーとかでも使ってみるようになって最初はね iPhone にあの電源のケーブルを挿すの忘れて途中で充電切れて止まったりとかっていう<ー> <laughs> とても初歩的なミスを犯したりもしつつでもあの何度か使わせていただくうちにだんだんこう使い方が慣れてきて。 でいい感じに途中からなんかすごい音声認識の精度も上がったような気がしてるんですけど、うん、すごくさっきもついちゃんも言ってましたけどといい感じであの事前に単語登録をある程度しておけば、うん、いい感じにあの文字起こしをしてくれるのですごく、うん、自分がアクセシビリティの話をしているそういうセミナーとかイベントでの 情報のアクセシビリティをなんかきちんと確保できるようになったっていうのは僕にとってはすごく大きなイベントというか出来事だったし実際に、えー、と当日その場ではわからないんですけどあのアンケートとかのコメントであの実は聴覚障害があって、えー、今日は UD トークの字幕があったのでとても助かりましたとか。あの トークがあるかけで私たちも参加できますみたいなコメントを書いてくれる人がやっぱり何人か必ずいらっしゃってでうん多分この後話をするんと思いますけどえもうろうの人目と耳の両方が、うんえー、不自由な方にも参加してもらえるなんていうもう本当に数年前まではか、うん、か考えもしなかったというかそんなことができるとは 思ってもいなかったことが実際に起こっているのでいやほんとに「UD トークありがとうございます」ですしテクノロジーすごいなっていう、うんうん、はいそんなことを感じる今日この頃でございます。テクノロジーすごいですよね <laughs> でちょうどあのいい感じにあのものも揃ってる中でうんあのなんかうんとにあの僕もだから UD トークとか作ってて今多分今だからできるんですよね。 だから本当タイミングが全て揃ったなって感じはしてて、うん、やっぱニーズもあるじゃないですか。そこも大事ですよね。うん、やっぱニーズもあるっていうところで。やっぱね、の植木さんの抱えたジレンマね、僕すごいわかるんですよ、うん。だから僕はもうどっちかって言ったら、もう字幕がないところでは話さないって決めてるんですね。そう、もう僕が人前で公式に話すときは、絶対に字幕をつけるっていうふうに決めてます。どんなとこから依頼が来ても、そういうふうに言ってます。 だから先日、クラブハウス、今話題のクラブハウスでも字幕つけて <laughs> やりましたので、うんそう、やっぱり喋ってる内容とやってることに、あのー、その矛盾を生じさせたくないっていうのはあるので、だから植木さん、長い間、ちょっと苦しかったんだなーっていうふうにね、いやー、本当になかなかこれはもう、うんうん、お金とね、 物理的スペースさえあれば解決できる問題なんでしょうけどなかなか、うんうん、そこは私も解消がなくてですねなかなかそこまではまかないきれなかったのででもやっぱりねた高いですよそこはもう僕はちょっと今の制の度の問題もあると思うので、うん、まあ,、うん、あの人がやることに対して値切、ね、るとか安くするっていうふうなことではなくてやっぱりそもそもの負荷が高いのかなっていう。 うん、でもあの実は字幕の世界もですねあのフルオートでやるわけではなくて、うん、UD トークだって、ね、認識しながらご認識をみんなで直していくというような仕組みがあるから多分今あの自分たちで使える文化ができてるんですねうね、んうん。なんかそのあたりは非常にこうなんかアクセシビリティとしては共通のなんか思想なのかなというふうには、うん、思ったりしてます。はい、うーんえ富士さんとかかどどううううですかなんか字,幕字幕っててのに対してどうどういうふうな か <laughs> 印象がありますはい、あのー、本当にここ数年前までは字幕は自分は、まあ、よ読む必要もないし読めないもんだろうなっていう印象を持ってたんですよね。なんですけどやっぱり UD トークを使ってリアルタイムに展示ディスプレイにこう喋ってる内容のテキストが流れてくるとことを見たときに あ、字幕を自分が読むことができる時代になったんだっていうその驚きが一つあって、うんうん、あとは、あのー、最近、ネットフリックスでもその動画に、動画っていうかコンテンツに字幕がついてたりするんですけど、実はそれをボイスオーバーで読むこともできるようになった。あ、ボイスオーバーっていうのは、その iPhone の画面読み上げ機能なんですけど、で読むことができるようになって、 あの、まあ、完全にそのコンテンツを楽しめるかっていうと、それはちょっと、あの、字幕ってやっぱり出せる量って限られてるので、それはちょっと難しいんですけど、でも、あの、僕全然韓国語がわからないんですけどもあ、あの、まだ愛の不時着が吹き替えになる前に、少しだけこの字幕を読んで、あ、こういう話なのかっていうのを、あの、 まあよ聞くことができたっていうのですごい、まあ、字幕って自分にも身近な存在なんだなっていうのを感じましたはい、はいうん、それん。あ、それい白い面白いですねうんそうなんかどうしても福祉の視点で考えちゃうと日本語の字幕になるんだけど別に字幕ってね、はい、いろんな言葉の字幕もあるし <laughs> あのそもそも多言語間のやり取りっていうのも全部アクセシビリティに入ってくるものなのでそうですよね、うん、そうそうそう、うん、んそれあれ分<う>ついちゃん今ふと思ったんだけど。 映画を見るときって、はいはい、今までは吹き替え版、日本語吹き替え版を見るか、原作の、あハリウッド映画なら英語のまま聞くしかなかった。まあ基本的にはそうですね。はい。じゃあ例えば、うん、UD トークみたいなものをうまく使うことができたら、原作の英語のセリフとかを聞きながら、 展示ディスプレイで日本語の字幕を追って楽しめたりするのかしらおそらく可能でしょうね。その複数の話者の声が重なるからその部分がうんそのちょっと調整は必要かもしれないけどうんでもある程度その展開を聞き取ることはできるのかなっていう気はちょっとしてます。う違うもんね日本語の吹き替え版だともともとの,元々のじゃロバート・デ・ニーロの セリフの言い方とかニュアンスとかっていうのは全然吹き替え版で日本の日本語の声優さんが吹き替えちゃうと全然違うものに聞こえちゃうしまあそうですねそれ面白いですね僕らで言うね生の音聞きながら字幕見てるのが生の音聞きながら展示ディスプレイでこうさーっと見てるみたいな感じでそうですねへえそう あとね、その、あれなんですよ、その、僕は全然、その、や入りが、あの、アプリ開発者として入って。まあ、自分ごとで、アクセシビリティを考えたので、その、はい、まあ、予約筆記とかにしても、そういう、なんだろう、こう。あの、まあ、聴覚障害の方が、自分で、こう、行くときに、自分で申請、なんか、あの、私、聴覚障害あります、みたいな感じで。言うっていうのがすごく、僕は違和感があったんですよね。うん。それを、あの、申請は、まあ、そういうふうに。 字幕が必要だって言われるから字幕を用意する手話を用意するとか、うんまあまあ、障害者席を用意するとかっていうふうな感じで、うん、なんか全部受け身だなって思ってでも別に発信する側からその字幕をつけておいてあの字幕がありますよっていうふうにだけ出しておけば多分その植木さんが体験したようにあの実は私聴覚障害がありましてみたいな感じのが。 るんですよね、多分これって従来の,そのいわゆる福祉の支援の体制では絶対にありえなかった、うん、あの意見発言だと思うんですよね。それはもちろん聴覚障害だけではなくて視覚障害の世界でも多分同じことは言えると思うんですけども、うん、なんかアクセシビリティっていうのはすごいこう環境とか設備を作るものであって、うん、なんか特別な誰かのためではないっていう。で別にそれを何人が使ったったてうんうん、うん それは実績ではなくて、どっ、うん、ちだけ1000人の中で1人だけでもそれを使うことによってイベントに参加できた人がいるんだったら、それはもう十分価値があることなんじゃないかっていうふうに思うわけですよね。っていう流れでねあの、ちょっとさっきから話したかった、その朦朧の方の話にね、ちょっといきたいと思うんですけども、まあ、これはちょっと本当にね、本当ある意味 UI、UX の,このアクセシビリティなのかなと思うわけですよね。<laughs> で、えっ、ー、と、そのイベントですけども、ちょっとね、リンクだけは貼っておくかなと思うんですけどね。はい。ギャードジャパンですよね。はい,はい。はい。あの、ギャードという名前が <laughs> 初めてここで <laughs> 分かったていう <laughs>。<laughs> <laughs> はい。ちょっとリンクの方をね、貼っておきたいと思いますので。はい。うん。そう、あのー、グローバルアクセシビリティアウェアネスデイでしたっけ、はい、はい。はい、うん。 これ植木さんがね、あの、仕切って、日本代表、アクセシビリティ日本代表の植木さんが仕切ってこれどう、これどういうイベントでしょうかねえっと、これはですね、去年あ、毎年5月の第3木曜日がグローバルアクセシビリティアウェアネスデーということで、えー、まあ世界各地でアクセシビリティ、まあ、特にデジタル 分野のアクセシビリティをテーマにしたまあイベントだったり、少人数の勉強会だったり、規模大小問わずですね、いろんなえイベントだったり、ミートアップだったりが開催される日になってきていますと。去年、実は、日本ではえと神戸でアクセシビリティの祭典というイベントがありまして、これが大体この5月の第3木曜日、 GAAD、ギャードの日に合わせて開催されてきてたんですけれども、えー、っと、去年その祭典のイベントが、いろんな事情から違う日にち、次の日,次の,日の金曜日とかに、えー、っと開催日が、えー、っと移りましたと。で、その、えー、GAAD というアウェアネスデーの木曜日にポカンと穴が開いてしまって何もなくなってしまった。で、また、えー、っと、実は、 それと全く別で、ちょうど、えー、と今年も来週開催されるんですけど、えーと、アメリカで毎年3月に開催されている C さんという、えー、アクセシビリティをテーマにした、まあ、多分世界で一番大きな規模のカンファレンスがあるんですけれども、えー、とそれに参加した人たちで、えー、と報告会をやろうっていう話になってまして、で大阪で去年は 開催する予定になっていたんですが、まあ、ご存知の通りコロナがちょうどえと日本にもこう広がってきた時で、えー、と参加カンファレンスに参加する予定だった人たちは、えー、全員が結局アメリカに行くのを諦めて不参加ということになり、えー、でその報告会のイベント自体がまあ、えー まあ中止ということにもなったんですが、なんか、なんかや,やりたい、やりたいよねという話になり、じゃあ、近々だと、あ、5月のグローバルアクセシビリティアウェインスデーの日が空いてる。何もないぞ、この日は。じゃあ、この日にやろうか、となり、えー、で、まあ、青木さんにも早速、お声をかけをさせていただき あと,、えー、と追加で何人か、えー、セッションやってくれませんかという話を持ちかけてで去年、まあ、去年が初めてだったんですけれども、えー、Guard Japan という、えー、ちょっと大きく出たタイトルを <laughs> つけましたが、えー、とオンラインセミナーという形で、えー、朝の10時ぐらいから夕方5時6時ぐらいまで丸1日、えー、セッションをやるという オンラインセミナーイベントを、えーまあ、一応去年は主催者の一人として、えー、やりましたと。はい。で、その時に、あの、えっ、ー、と、GAAD というグローバルアクセシビリティアウェアネスデーを提唱した人がアメリカ人の人と,、えー、とカナダ人の人と、えー、一人ずついるんですけれども、 えそのうちの一人にえと事前にコンタクトを取って、日本でこういうイベントをやるんだけど、よかったらメッセージ動画でくれないかなってお願いしたら快くえとメッセージをえー用意してくれて、で、当然、字幕をちゃんとつけて、動画のファイルを用意していたんですが、それを休憩明けとかですね、何回か流して、 んですけれどもその時に、えー、と Twitter で、えー、確か、えー、と動画が流れている時の字幕が流れてこないんですけどみたいな、えー、とお問い合わせが入ったのがお昼過ぎとか、うん、午後のセッションに入ったタイミングだったと思うんですけどそれで「おどど,ど,ど,ういうどういうことだ?」みたいなことになりで、えー、と Twitter だった ツイッターからそういうコメントをいただいたので、その方のプロフィールとか、いろいろ拝見していると、どうも、その、あの、コメントくださった方は、朦朧の方みたいだぞ、ということで、あ、そうか。動画ファイ、動画ファイルに字幕つけちゃ、つけただけじゃダメなんだ。それじゃあ、その、 展示ディスプレイに流れてこないってことだったので、えー、そうだよ展示に変換できるわけないし UD トークにそもそもこの字幕のテキストは流れてないよねっていうことになりで青木さんにこうなんか解決策ないですかねっていう相談をしたらそこはもうさすが UD トークさん <laughs> 大丈夫ですよ植木さんテキストを流し込めますから。 おおそうだ、そういえば、そういう機能ありましたね、と、うん、いうことで、えー、っと、僕が青木さんに字幕のテキストのファイルをお送りして、次流した時には、青木さんがタイミングに合わせて一行ずつ字幕を UD トークの方にも流してくれたことで、えー、展示ディスプレイで参加してくださってた、朦朧の皆さんにも、えー、動画の字幕のテキストをお届けできたということがございました。ね、現場からは以上です。 はい、ありがとうございます。そうなんですよね。あの時だからあの ud トークンで送られてた字幕をスクリーンリーダーで、あのみなあの今読みながら参加したんですよね。だ多分 youtube とかは見てなく本当に。 U D トークのアプリで送られてきたたやつでずっとと参加したとであの動画が流してる時は動画に字幕が入ってるからと思って僕らも何もしてなかったんだけど、うん、その人にとってみたらあの音も映像も見てないので UD トークに来る字幕が全部止まっちゃうんですよね。うん、そうでそれでまず連絡来たのも取れたのもすごいし、うん、でその時にもうろうの方が「あもう参加できてるんだ」と思ったこともすごい。 なんかうす,ごすごく面白かったしで、やっぱ何よりもそこですぐその動画の字幕ファイルをパッと用意する、でこれがその中間で流している動画だけじゃないんですよね、その後の登壇者の方たちも中で使っている動画で、動画に字幕は入れてるんだけどっていう風な方にも声だけしたら、すぐテキストのど字幕が出てきて、なんかリアルタイムで作ってた人もいましたよね、確かに。 それで、あのー、順番に流すようにしたら、あのー、またしばらくたって、あのー、分かるようになりました、っていうふうに、しましたよね。もう、これってもう、やっぱり、考えられないですよね、ちょっと前だと。うん、だから、さっきもお話ししたように、自分のセミナーに、まず、聴覚障害がある人が来てくれること自体が、あのー、願ってはいたけど、叶わなかったことだったので、いや、ましてや、 朦朧の人まで参加してくださるとは、全然こう、思いもよらなかったので、まあもちろん嬉しかったんですけど、うわ、うわ、うわ、すげえなという、なんかもう、はい。なのでもうそれ以降は動画を流すときはちゃんと UD トークの一応出力の機能を使ってですね、ちゃんとこうタイミング合わせて字幕を UD トークでも流すようなオペレーションをしております。<laughs> もうあとは懇親会もねその方ちょっと声ねさん参加されて <laughs> うんそうあの時もあの、まあ、もちろんなんかその時前また遠隔でちょっと連絡取ってるなんかヘルパーの方なんかもいらっしゃったりしたんですけどもの一言 <laughs> なんかあの 言いたいたことがあるそうなのでみたいな感じであの時も僕らみんな10分ぐらい待ったじゃないですかうん、うん、一言なんかあのあの時間が僕すごいやここにこのギャードジャパンに参加してたらしあの登壇した人たちみんなすげえなと思って、うん、でその10分ぐらい経った後に一言ありがとうございましたっていう風なメッセージがこう来た時に、うん、ああこちらもありがとうございますみたいな感じで、うん、あれは本当にね僕にとってもいい経験で あのギャードジャパンのことに関しては、他でも結構、あのーまあね、話のネタに使わせてもらったりとかしてるので、本当にね、素晴らしいイベント、ね、ありがとうございましたって感じ、ね、全面協力いただいて、ありがとうございましたいやいやそうですね、本当リアルで、実は、ね、ここの今、ここで配信してる、ここに何人か集まってやるって言った時に、ああまあそれもできなくなって、そうああ完全にオンラインになったんですよ。そうそう,うんうん、まあ あのちょうど僕もその辺り、その時は勉強中だったので、なんか今でこそね、すごい手軽にこんな配信してるけど、まだまだ昨年の5月ぐらい、そうでもなかったですよね。いろいろ試行錯誤して、なんかやれたのはありますね。 今はですね、さっきあのコメント欄に流したウェブページの方からたどって、あの全部の登壇者の方の,あのものも、ものは見えるようになってますので、ぜひね、ちょっと見ていただけるといいかなと思います。で、あのちょっとまあ,あ、今、体験談でしたけれども、その、朦朧の方へのアクセシビリティっていうところで、あのこれも僕もあの実際に関わってみて思ったんですけども、あの聴覚障害者の,の対応と視覚障害者への対応のミックスが朦朧者じゃないんですよね。 うん、僕はそう思ってるんですけども、なんか辻さん、なんかそのあたりって、なんか、あのー、お話できることってあったりとかしますかうんでも、僕自身もあんまり情報は持ってないんですけど、うん、やっぱりスクリーンリーダーを使うときに、もううん、の方にとっては、その展示でちゃんと出力できるっていうのはメインの。うん 必要な機能になったりしますし、うん、そのくらいかな僕が持ってる情報は、うん、まさにか触覚でこう情報を、ね、仕入れる仕入れる人たちなのでいわゆるその触覚に関してのアクセシビリティとかが非常に、ね、こう重要になってきてて今はやっぱり触れないじゃないですか今の,、ね、このコロナ禍だとなんか非常にこの毛の方なんかが<あ>あの孤立してるというかって話はねあの聞くこともあるんですよね。 あ,はいあの、さっき話したその、アメリカで毎年3月に開催されている C さんっていうカンファレンスは、あの、いろいろな障害のある障害当事者の方たちもそういうたくさん参加しているカンファレンスで、で、当然中には盲ろうの方もいらっしゃってあの、指、指手話っていうんですかそうです、ね、指,指,指手話。指手話。指手話。指手話ですか手話,あの手話をこう触ってっ、 知るのが触手話で、うん、指の上にこう 6, あの6本で手で手の上で打つのが指ですねはいいろんなセッションに参加している当事者の方に必ずその1人2人ついていて手を向か,向かい合うようにこう座ってこう指を,こう手,を手を取るような感じでこう、うん、指でやってるっていうのとか、うん、見るんですけどそうですよね確かに。 そっか手と手が触れ合うからなんかいろいろコミュニケーションが難しくなってるんですかね。なのでこれスマートフォンになってもなって失われたのがやっぱり触覚なんですよね。 物理的なボタンがなくなってしまったことによってやっぱりモロの方とかあのいわゆる触覚、ね、もちろん視覚障害のある方なんかでも触覚の方を使ってる方もいるのでっ、うん、やっぱりそのガラケーが結構好きな方も多いじゃないですかボタンだから使いやすいとかっていうのもあってそこはまあ人にもよるかもしれないんですけども、うん、そうなので、あのーね、やっぱりその情報っていうと。 すごくソフトウェアとかデータとかっていうふうなところに来るんですけども、うん、コミュニケーションによってくるとやっぱ触覚も考えていかないと、うん、そのアクセシビリティ、あのー、抜けちゃうんとこがあるんですよね。うん、やっぱ全部考えるのはすごく難しいし、あのー、それこそ盲ろう者の方と知り合いになるってなかなか接点もないので。ううん,うーんそう、えー あとは、ね、て展示、通算と展示に関しても、やっぱり今読み上げ機能があるから、やっぱり展示。のユーザーも結構減ってきてはいるんですよね。うん、そうですね。で、なんかあんまり触れてもいいところなんですか。うん、あのー、やはり、あの、なんて言うんでしょうね。もともと、その。展示を読める人口っていうのが、やっぱり減りつつはあって、それに輪をかけて、その、音声があるから。あの、自分は音声だけで。 十分に、まあ、あのすごい高速の音声を聞いてれば、それで情報を取れるから、それで十分という方ももちろんたくさんいらっしゃるので、展示、そうですねあの、やっぱりスクリーンリーダー使ってても、音声メインの方っていうのが結構多いんじゃないかなっていう気はします、うんうん、あの展示、もう僕は、本、あ、当、のー、目が見えない方は、 ほぼ展示ができるっていうふうに思ってたぐらいの人なので。はいはいはい。<laughs> あの、同じです。聴覚障害の方がみんな手話できると思ってるのと全く同じで。そこってやっぱりすごい、あの、自分がどういう手段を、あの、主にしてるかっていうことで、やっぱり違うんですよね。そうですね。うん、あの。えっ、ー、と、僕みたいなこう、先天性の生まれた頃からの全盲の人間は、その、学校で展示をなだったりとかもしますけれども。 あの、途中から目が見えなくなった方とかももちろんたくさんいらっしゃいますし、そういう方にとってはやっぱり、あの、展示を覚えるハードルっていうのは結構高いんですよね。うんうん、なので、うん。あの、展示を読むよりは音声で聞いた方が楽っていう方もたくさん、うん、はい、いらっしゃいます。展示が読める人ってい1割とか多くても2割とかって言いますよね。 まあそういうい時計もありますね、はいうん、で同じように手話が分かる聴覚障害者の人はなんか同じくらいの割合って聞いたことが、うん、そうですねあの。要は手話だけで生活をしている人が、うん、いわゆる聴覚障害者といわれる方たちの中でも10%ぐらいとは言われてますね。ただやっぱ聴覚障害者がちょっとあの数が把握しづらいのは手帳を持っている人イコール障害者なので。うん 障害者の場合はすごく潜在的な聞こえにくい方が多いとわれてるので母数が分からない障害でもあるんですよね。手話が今できる人はすごく、ね、もちろん県庁舎の中でも多いんだけどもあの後から習得した方のほうがすごく多いっていうのがありますよね。なので検事もだって同じように習得すると考えたら もう僕とかでできる気がしないですもん <laughs> 僕も無理ですね。<laughs> あの見,て見てわかりますだから目視で展示はわかるんですけどあれを触ってっていうふうになると、うん、これはでもね習得するのは大変だなって思いながらね、うん、見てますけどね。確かにそうでもね僕の友人なんかはやっぱ展示を覚えると世界は広がるって言ってましたね。 その展示で書かれてる本書籍なんかがずっと、ねはい、みんなの残してきてるわけじゃないですかうん、うん、そういうのにこう触れることができるっていうので、あのー、あとはそのもう単純な話ですけどメモですよねメモとしては残せるっていうところで、はい、すごく世界は広がるよっていうふうに言ってる人もいて淳ちゃん、はい、僕はほら老眼が進んでもう老眼鏡なしでは生きていけないんですけど はい、ついちゃん、指先が鈍ってきたりとかっていうのは、あったりするの指先は、いや、鈍ることは、今のところはまだ大丈夫なんですけど、やっぱり冬場とか、うん、あの手が冷たいと、大変だったりはしますよね。あ<ー>あのだから、うんえと、盲学校にいた頃とかは、結構、暖房設備がしっかりしてて、まず手を温めてからこう授業を受けるみたいな感じで。うん やっぱこう手が冷たくなって感覚がちょっとあの鈍ったりすると、点字読むのも大変になったりすするんですよねなるほどね、はい、ならではだな。でもね、展示読めると便利なのは、うん、会議でつまんなくなると、ツイッターを点字で読みながらこう話聞いてるふりもできるっていう。ふうう普んはちゃんとあの聞いてますけどね、うちの会社でね。 上司につけちゃうぞ <laughs> それ、ねまあ、あの字幕でもお味でもす僕は実はそんなに人の話を聞くのが得意じゃないので大体聞いてないんですよ。その時横に、まあ、実は今日も僕、ね、UD トークは置いてるんですよね、はい、あの横に。あのまあ、これあの聞いてないわけじゃなくてあのコメント見ながらとかちょっとやってるので僕はそういう時にコメントにフォーカスいっちゃうとほぼ耳から入ってこないと思ったうんですよ。 なので、うん、そういう時にパッとユリトーク隣のやつ見て遡って、あ、話を見てみたいな感じで。 やったりとかしてるんですよねあの、はい、なので内職したい気持ちはねねすわかります <laughs>、うん、だって、ね、結果的に知れればいいわけなので僕の場合なんかはこれ字幕でこう見とけばねあのいいので、はいはい、聞いてるふりして字幕を後から見るみたいな <laughs> <laughs>。<laughs> でも、うん、あの本当に生配信する時とかは展示でこうコメントを読みながらう、うん、そのコメントに答えるみたいなこともやったりするんですよ。 そこ読み上げるとつらいですよね。あの、会話しながら読むあの、読み上げも聞くみたいな感じだと。うん、結構大変なんです。うい、ん、やなんかその生配信を、そういうふうにしてるところを生配信したいですよね。<laughs> <laughs> 確かに、確かに。そうそう。うん、いやー、面白いな うん、そう。なんかね、話の内容としても、すごいフリートークにもなり始めてきてるんですけどね。<laughs> はいはい。そう本当早いもんでも、あとだから7分ぐらいで2時間いっちゃうんですね。お早い。なんかね、<っ>意外と雑談でいけるもんでしょ、こうやって。<laughs> <laughs> まあ、い<や>なので、ね、うんはいはい、もう本当にホ、ホストがすごく話の振り方がうまいからですよ、これは。<laughs> またまた何にも出ませんよ、<laughs> もうそんな。<laughs> 僕、あの、コン <laughs> あのタピオカミルクティーを。飲み、うん、飲みに行きたいなと思ってます。じゃあ、もうぜひ来てください、本当に。<laughs> じゃあ、僕はの鶏の唐揚げを持ってきますよ。そうそう、ね。<laughs> あの、なのことかと言いますと、あの、このうちの、あの、今配信しているところの1階がタピオカ屋さんなんですね。うん、そこで、あの、すごく美味しいタピオカジュースと、なんとセットで。あの、顔の大きさぐらいある、えっ、ー、と、鶏の唐揚げが食べれる、ね。はい。 もうね、ちょっとあの、食べてるのはちょっと家族には内緒にしなきゃいけないぐらいな罪悪感が<ー>満載の食い物ですけど、<laughs> めっちゃうまいんですよ。しかも、うん、この辺あのオフィスは、から揚げの匂いするんですよ。あ、最高じゃないですか。<laughs> そうなんですよ。本当ね、あの、うん、食べたくなりました。うん <laughs> まあ、ぜひ出言うとね、本当はだからそのギャードジャパンの時に、ここに来てもらって、そのタピオカみんなで飲みながら。うん ちょっと配信しようみたいな、ねはい、話だったんですけど、それがちょっとかなわなかったので、ぜひね、れ今年はやる予定あるんですか神戸のアクセシビリティの祭典の開催日次第って感じですかねなる,なるほど、なるほど。はい、はいい ちょっとぜひまたね、僕も、あのー、手伝いたいので、はい、もう,ありがとうございます日本を代表するイベントということで、自分たちで行ってけば OK なので <laughs> <laughs> <laughs>、はい、本当ね、多分あと1時間ぐらい、ね、話してね、もっともっとあの海外の事例なんかも、ここから、ね、どんどん話してきたかったんですけども、あのー、これちょっとぜひね、パート2やりたいぐらいですよね。あ,あ嬉しいです、ね。うんね、いいですよ。うん、そ,うそれからね、あのーあ、そっちのアクセシブル55で。 生配信みたいな、こんなトーク番組をですね、ちょっとやっていただければみたいな感じのも。<laughs> やりましょう。ちゃん、上ちゃん、あおちゃんのアクセシブル555ですね。ですね、はいはい、あのはい、大丈夫です、使っていいですよ。そそうそう,そうでもあの、本当、これからもあの同じこうアクセシビリティをに取り組んで、ね、あのちょっと仲間としていろいろ情報交換とかね,あのね、していければいいと思うし、すごく学ばせてもらうこともたくさんあるので。 本当これからもあのよろしくお願いしますっていうふうなそれこ,こそ、はい、ぜひよろしくお願いしますはいというわけでねまああと5分になりましたがえっ、ー、とこれでクロージングに入っていきたいと思うんですけどもえっ、ー、となんか最後にあの二人なんかこ告知とかなんかお知らせとかあったりとかしますかなんか直近でなんかもうなの会社とか仕事の PR でいいですよ <laughs> <laughs> 上ちゃんなんかございますかちょ そうですね。ああ、でも、えっ、ー、と、今日何度か、えっ、ー、と、話に出た C さんというカンファレンスが、えっ、ー、と、来週、バーチャルで、オンラインで開催されるんですけれども、うん、えっと、つじちゃんとおげちゃんも、えー、自宅から参加をする予定、えー、しにしてまして、で、それで、ちゃんと参加できれば、 ねえー、印象に残ったセッションとか、はいえー、これは情報共有しておきたいなっていうセッションを紹介する、まあ、報告会みたいなものを、えー、やっぱり、まあ、多分4月に入ってからになると思いますがやれたらいいねっていう話をちょうど辻ちゃんと今しているところなのでそうですねなんか全国から参加していただけるように今度はオンラインで報告をしてたいですね,ですね毎年あのカンファレンスから帰ってくると大体都内でどっか会場を 借りてリアルでこうやってたんですけど、うんえー、今年はカンファレンス自体がオンラインなので、報告会もオンラインで、全国各地から皆さんに参加していただけるような場が作れたらなと思ってますお二人はなんかセッションとか持ってるんですか、C さんで、ことしない,ないです。まだです、ね、全米デビューはしてないんですよね。お互いにピンで 別に喋ったことはあるんですけど一緒にコンビでってのはまだないですねそういえばそう C さんはね僕もあの知ってるしすごくこうあの有名な会なのでね、うんうん、そうか今年オンラインでそれも誰でも見えますか あの全体公開、YouTube、ちょっともなんか、申し込み制です、ね、一応、有料なので、有料申し込み者限定にはなっちゃいますね。なる,なるほど、なるほど、わかりました。うん、まあちょっとね、C さんって調べていただけるとあの、情報出てくると思いますので、あのまあ、日本でやってる福祉機店の国際版みたいな感じに思っていただければ、一番、ね、そうですね、はい、乱暴、乱暴な、乱暴な説ですけど、<laughs> 乱暴ですけど、外れではないですね。全然あのあの、規模も違いますけどね。はい うん。辻さんなんかありますかそうですね。うーんと、いうん、と僕は大丈夫かな <laughs> はい。わかりました。はいはい。はいうん、YouTube チャンネルはもういいですか、はい、?YouTube チャンネル ?YouTube チャンネルの宣伝。うん、<笑><笑>あ,あもう何回も言っていきましょう。うはいダメ押しで YouTube チャンネルの、はいそうあのー。そうですね。辻ちゃん、上ちゃんのあの解説動画の中に実は 僕がくだらないことを言うコーナーっていうのがありましてあの、ちょっと寒くなるようなダジャレをしゃべってたりするので、ぜひそういうところもお見逃しなくチェックしてください。ダジャレをね、こうなんかアクセシブルに伝えるってね、もうすごくむ難しいし、伝わったときにね、すごいそう。僕も当初、ジュリトーク作った時のあれはですね、字幕で笑いを取るっていうのがね。 やっぱり、ね、<ー>聴覚障害の方と喋るとると、その笑いのテンポが一個遅れるんですよね、字幕を使ってると。でもなんか一緒に笑いたいじゃないですか。もちろん貴重な情報とか、すごくためになることを伝えるだけがアクセシビリティじゃなくて、なんか他いのないこう冗談とか、そういうのが同時に伝わって、一緒に笑えるっていうところがすごくこうアクセシビリティのやりがいがあるところかなみたいなところなんですよね。 ダジャレコーナーがあるんですけど、うん、その毎回放り込んでくる辻ちゃんのネタをですね一回こう字幕で表現できるかっていう <laughs> これは平仮名がいいのかな、うん、漢字かないや型かなうんとかですね結構難しい、ね、実は、ね、悩みながら <laughs> 字幕つけてたりするので、ね、そのあたりもぜひそのあたりも、うんうん、うでもその青木さんが今日こうアクセシビリティってこう海外ではいろんな なんていうか前に全知識が作っているとうか、ウェブアクセシビリティとか、インフォメーションアクセシビリティとかっていう表現をするよっていう話されてましたけど、エンターテインメントとアクセシビリティって、すごい重要なテーマだと思うんですよねそうなんですよ、本当、うん、そう思います。うん うん、やっぱ一緒に楽しめるっていうところって楽しむっていろんな意味があって、はい、それこそだから勉強も楽しむことだし、うんね、もちろんエンターテインメントも楽しむってことだけどなんか、ね、例えばほら音声認識でいうとご認識がどうととか何かいろいろそういうのがあるけども、はい、そういうのは逆に置いといてどうやったら楽しめるかっていうところでなんかしたら音声認識もこういうふうに使えるねとかそのねもちろんスクリーンリーダーもこういうふうに使えるねみたいな感じの。 ななななんんかかアプローチをもっととみんなができるようになればいいかなとでそれをなんか僕はよくあの能動的なアクセシビリティって言っててどうしてもバリアフリーの概念だと受け身なんですよね。うん、なんか聴覚障害の方がいるからこういうふうにしてほしいするべきだとか、うん、視覚障害の方がいるからこういうふうにしてほしいすべきだそれは要求すべきだみたいな感じのそうではなくて発信する方がどうやったら伝わったらいいかっていうふうに考えるなんか 能動的なアクセシビリティをそのまを、あ、コンテンツフォルダーとかイベント主催者とかもっと言っちゃうと話す人がそれを考えてくれるようになるとなんかもっといろんなこうアプローチで、うん、あのいろんな人に伝わるっていうふうなことをみんなが実感できて、うん、いいんじゃないかなって思うんですよね。うん、はい この3人はそれが、ね、できて、それを目指していると、<laughs> 今日の話で確信をしましたので、<laughs> はい、ぜひ、ね、今後ともよろしくお願いします。ということで、えー、とちょうど、ね、2時間ぐらいになりましたので、はいまあ、クロージングは終わったということで、はい、あの最後に宣伝ですけれども、YouTube チャンネルの登録、よろしくお願いしますと、あれなんか僕、冒頭になんか忘れてましたとか言いませんでしたっけ <laughs> あ、あの、イベントの話あ、講習会でしたっけあ、そうだ、忘れてた。ありがとうございます。すっかり忘れていた。<laughs> えっとですね、ちょっとリトークからのお知らせですけども、えっ、ー、と、昨年もやった、えっ、ー、と、4月から6月に、えっ、ー、と、やりました無料講習会ですよね。えっ、ー、と、前回は、えっと、3ヶ月でなんと150時間の講習会を開いたという実績。すごいでしょ ?3 ヶ月で150時間ですよ。 なので、あの今年もそれ、またやりたいと思います。で、今、絶賛あの予約受付中なので、ですねあの詳しくはですね、ニューディートークのホームページの方を見ていただければ、えー、とブログのトップに載っていますので、そこから、えー、と申し込んでください。4月からで、今、3月は予約を受け付けてますので、あの間違いないようにあのしてくださいということでいす。 無料なんですよこれが、えー、すごい <laughs> 今すぐ申し込まなきゃ <laughs> もう知ってるでしょみたいな。でもねあの本当あの、もしあれだったら、あの本当にお二人もちょっとしょど誰か紹介していただいて、あの対象がです、ね、団体さんなんですよね。<あ>なので、ユリトークはやっぱりそのさっきも言ったように、能動的に使うって考えた場合は個人ではなくて、やっぱりそのグループで。 発信をするためっていう。なので、なんか団体の活動をしてるとか、イベントを主催してるって方なんかがグループで受講して覚えていただけるといいかなと思います。はい、まあね、新機能もこれからね、今まで増えたものもあるし、これからもあるので、去年受講してくださった方もですね、ちょっと、あのー、受けていただけるといいのかなと思います。はい。無料です、無料。 はい、でしょはい。その,その分ね、うちん頑張っておりますので、はい、<laughs> 今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、えー、っと、今日はゲストに、えー、っと、植木さんと辻さんにお越しいただきました。あの本当、今日はありがとうございました。はい。こちらこそありがとうございました。はい、で、多くの方あうあ、視聴者の方もありがとうございました。それではまた次回のよろぞうダンスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら